今日から基礎マスターですすけどテテキキスススストト大丈夫基礎ママタターー入門講義テキストそそれれを使っていきますそれから体系マスターのところでも最初にお話をしましたが「皆さんこんにちは」というので是非大きな声で返事をしていただいて、まあ、勉強モードにスイッチを切り替えるということでお願いしますね。それから体験マスターの最初にもお話をしたかと思いますが教室の中ではあの蓋が閉まる。 ペットボトボルだととかかののようなものとかで、ね、お願いします倒したときにこぼれてしまったりしないようにそこだけお願いしますねあとはまあスマホだとかはもう今の時代ですから講義を着ながらいろいろ調べ物をしたりだとかそれもありかなと思いますしメモを取ったりだとか授業中も使っていただいて構いませんただ音が鳴らないように周りの人に迷惑にならないようにそこだけはお願いしたいと思います、まあ、ちょっと前までは講義中はスマホの電源切るように言ってました まあそれは本試験の会場で電源切り忘れて鳴らしちゃって即退場1年棒に振るなんてことが過去あったりしたもんですからまあそういうことがないようにということでこれ厳しくまあそういう規制をしてたんですけどねもう今の時代ですからいろいろ調べ物したり場合によっては条文なんかだとか言葉だとかをえこう検索したりだとかいうことを授業中やりたいという方もいるかなと思いますからまあそこはお任せをしますのでうぜひね音を鳴らして周りに迷惑かけないようにお願いします。 小泉さんの話どうでした具体的に先輩合格者がこうしているよと、まあ、伊藤塾の強みは何人もああいう合格者の方がいらっしゃいますで皆さんにさまざまな発言アドバイスをしてくれるものですから、まあ、それはこのやはり圧倒的な合格実績を出している伊藤塾の強みかなと思うので是非クラスマネージャーもそうですけれども先輩合格者の話だとかいろいろと積極的に聞いていただいたらなと思っています。 寝る前の5分記憶のゴールデンタイムということを最初にね、前お話をしましたけどやってます寝る前の5分が記憶のゴールデンタイムだよ寝る前と朝起きた時に記憶を確認するということをちゃんと続けていって合格していくるんですよ当たり前のことを淡々と繰り返せるかとても大切なことかなと思いますさてそれでは時間が過ぎちゃった始めましょうか それでは「基礎マスター憲法」の1回目ですね講義を始めます今日も頑張っていきましょう。 使っていきテキストは「キソマスター入門講義テキスト」これを使っていきます。えーまあ、だいぶ分厚いんですけれども私はいつも3つぐらいにこう分けてね、えー、だいたい3分の1ぐらいのところで分けて、えー、放置き止めをして持ってきてはいるんですがうまく工夫をしていただければなと思います。えー、だいたい順番に話を進めていきますから、まあ、後ろの方を持ってこなくても大概は大丈夫なんですが時々。 後ろの方参照何ページなんていうことで指摘することがあります、まあその時には、もし手元になければ家に帰って確認をしていただければなと思っています。 まあこれから基礎マスター始まっていきますが特に憲法というのは本当に重要な科目ですあらゆる試験で最も基本となるものですしここで勉強の仕方を確立していくということそれが皆さんにとっては一番重要なことかなと思います、えー、なんとか最後まで頑張ってついてきてください完璧を求める必要は全くありませんただ全体像ね何度も何度もこう繰り返す螺旋階段のようなイメージで、えー、少しずつ深めていっていただければなと思いますさて使うテキスト冒頭に目次がありますちょっと開けて てみてください。憲法の目次というところなんですけどね。あ、そうそう。今日あの補助レジュメのような形でパワポレジュメをお配りしています。まあ、時々、えー、追加のパワーポイントレジュメをお配りするんですが、今日は1回目なんでえー、まあ、体験で聞いてくださってる方もいらっしゃるかな？というのでこれだけなんですが、えー、次回の時というかね。4回目の時にちょっと冊子にした形でまとめてお配りをしますので、それは毎回持ってくるようにしていただきたいなと思っています。 さてテキストを挙げていただいて「目次憲法の目次項目なんですがこのテキストを大きく4部立て第1部が憲法の総論それから第2部で「基本的人権」で第3部で「統治・技巧」最後に「憲法保障」というのが第4部という大きな4部立てになっているんですね。でちょっとメリハリをつけていきます「目次のところに「ABC」を書き込んでいただければなと思います。まず最初の第1章憲憲法と立憲主義これ B ランク なんですがその中1の5立憲主義と法の支配でありますこれは A ランクで重要ですそれから第2章日本国憲法史ここは B ランクにしておきますねでその上で2の1明治憲法これは B+ プラスで重要ですそれから第3章ここは A ランクそして第4章平和主義の原理これも A ランクにしておきますそれから第2部基本的人権に入って で第5章、人権の原理これは B ランクで構いませんですがその中の5の4人権の共有主体ありますがここは A ランクにしておきます第6章、基本的人権の限界ここは A ランクそれから第7章ここから、まあ、いわゆる格論になるんですが包括的人権のほの元の平等 A ランクそして第8章精神的自由権の内心の自由これ B プラス第9章精神的自由の確保に表現の自由これ A ランク。 最も重要と言っていいパートですそれから第10章経済的自由これも A ランク11章人身の自由これは B ランクで構いません12章受益権これも B ランクで構いません13章社会権これは B+ プラスにしておきます14章参政権 B ランク15章国民の義務これは C ランクでいいです第3部統治機構に入ります16章権力分立の原理これ A ランクそれから17章国会これ A ランク 18章内閣 A ランク19章裁判所 A ランク、まあ、いわゆる三権分立ですよね国会内閣裁判所すべて A ランクそれから20章財政これ B プラス21章地方自治 B プラスでここまでは統治機構と呼ばれるものなんですが第4部で憲法保障という重要な項目立てを挙げています22章これ B ランクで次の23章違憲審査制と憲法訴訟これは A ランクでとても重要です 最後に憲法改でこれからの講義なんですが基本的にはこのテキストの順番でいくのですがあ人権のところは中心になりますで統治機構に入った後なんですがあーその第三部の統治機構に入って最初に権力分立の原理を少しやりますその後国会内閣は飛ばして裁判所に入ります でというのは人権を保障する具体的には人権が裁判所で、えー、まあ救済されることになるものですから人権のつながりで裁判所を先にやりますで第19章裁判所を終えたら今度はいきなり憲法保障第4部の憲法保障に行きます裁判所の役割の中で特に意見審査制というのは極めて重要なものですからその意見,意見審査権を行使する意見審査制その話に入りたいものですから第4部 を先にやっっててしまってそしてその後国会内閣財政地方自治という順で、まあ、おまかに統治機構のところは攻めていくぞということになります。でその後参考文献が出てきて次に扉のところに第一部憲法総論の前に一つこれからの基礎マスターでの話をちょっと入れてあります。でそここののパー一番のところなんですが まあここで試験合格に必要な基礎知識のそこ8割と入ってますがもう今は9割ぐらいかなと思っていますですからほとんどはこの基礎マスターで万弱な基礎知識を身につけるということになるんだということをちょっと確認ですですからテキスト8割とあるところはまあ9割直しておいてもらっていいかなと思います、まあ、今日配りしたパワープレジメの時にはねこれ9割入れてあります そして勉強は予習講義復習とあるんですが予習は基本的にはいりませんですから基本的には復習中心ということになりますで予習いらないよということではあるのですが1つだけマーキングのみで十分とこう入れておきましたがこのテキストのマーキングはできれば事前にやって っておいていいほしなというところなんですねでこのテキストのマーキングというのは体験マスターにもちょっとお話をしましたが縦1括弧一1かっ2というその項目立てのところを、まあ、マーキングしていくしておくということなんですね。まあ、今日お配りしたテキストなんと今日の、ね、テキストの最初のところで言えば例えば1ページのところに憲法の意味という項目立て始まりますよね。そのの憲法の意味なんていうところで 例えばこれ1ページのところですけれども憲法の意味私はこのブルーで縦1縦2は塗りつぶしそしてカッコ1カッコ2で、まあ、大概これで進むんですがもうちょっと細かいところがある時にはその下までマーキングしたりすることはありますそしてこの基礎マスターのところで体験マスターになかったマーキングしておいてほしいことが1つあるんですねそれは、えー、論点と判例なんですが24ページ。 えー、テキストもし手元にあれば24ページ開けていただければと思うんですがその24ページのところに「えー、問い01問い02」とありますよね、えー、博士マークがついてて「問い0102」というところがあると思うんですがこれがいわゆる論点なんです。でこの論点にについてても、えー、パッと見てわかるように 何かマーキングしてきてもらえれば問いいの01見てください例えば24ページ問いの01見てね、えー、これ、ランクだからみたいなことをお話をしますなのでこの問いの0102のところがマーキングしておいてもらえればそれからもう1つ判例がその下に出てきます長沼事件という判例が出てくるんですがこの長沼事件はこの判例のところもマーキングをあらかじめしておいていただければタイトルのところだけで構いませんので。 24ページ長沼事件の判例見てくださいなんていう時にパッと見てそこに目が行くようにしておいてくださいですから項目立てのマーキングとは別にこの論点マークのところと それから判例のところですね人によってはこの論点を線でくくっちゃう判例も囲んじゃうその方が見やすいという方も中にはいます、まあ、それはお任せしますのでうまくこのテキストを加工してでこの「基礎マスターテキスト」はこれから皆さんが合格するまで,で予備試験ロースクールの入試司法試験の合格さらには人によってはその後研修所でも使ったりまた実務家になった後も事務所の自分の机の前にこれ置いてるよなんていう先輩たちも何人もいたりします。ですから まあそういう意味ではとても重要なこれから使い込んでいく相棒みたいなものですからねうまくこれを使ってくださいでここへの書き込みの仕方についてはあ最初の「体系マスター」の冒頭の勉強の仕方のところでお話をしましたよね、えー、なのでコピーを持ってきてそこにまあ一生懸命書き込んで、えー、そしてそれをまあサブノート化するとやり方でも構いませんし慣れてきたらもういきなりこのテキストに書き込んでいただいても構わないかなと思います。 ところどころこれマークしてとかこれは書き込んでという指示をしますからそれに従っていただければなと思います一旦予習はそんなわけでマーキングのみで十分ですよ復習中心です復習としてはテキストの読み込みの復習それからぜひ問題を解いていいてたただきたいと思うんですねほとんどの合格者はこの講義の直後に1問でも2問でもいいからというので問題を解きます。 なのでぜひ問題演習はやった方が具体的にインプットとアウトプットの関連付けができていいぞということですあと「論文ナビゲートテキスト」というのがあります授業で基本的にはあまり使わないんですけれども時々これちょっと持ってきてくださいと論証の仕方実際に答案で書くときにはどんな形で答案 に論証するのかということのサンプルがちょっと入ってたりするんですねですから、まあ、時々でありますけれども使うことがありますもしそれ使ったものがあればそれを確認していただければというところですそれから判例百選なんですがこれも憲法ではこの判例百選というものを使うことがあります判例集なんですけれどもこの判例百選 えー、というこの「判例集なんですがあこれもお全て読み込むというわけではありませんいくつか本当に重要なものについては「えー、判例アクセン、えー、何番もし考えれば読んでみてくださいね」という指示を出すことがあります本当にいくつかだけではあるんですがその時に、えー「事実の概要」というところと「判紙」というところを、えーまあ、読んでみて、えー、日本語を読む練習ぐらいに読んどいていただければそれで十分です何かをそれをまとめて覚えたりという必要は全くありません。えー、ましてや解説 というその、えー、この「半例百選は」は一人一人の先生方が解説を書かれてるんですがその解説は非常にレベルが高いし難しいし、えー、ある意味ではその先生の独自の考え方がそこに表,示表現されたりしますから解説は最初は気にしない、えー、読まないでもいいです、まあ、あこの解説は勉強になるから読んでみていいですよというものが中にはあるかもしれません、まあ、それはその時に指示をしますね。ということで「半例百選」。 それからあと古文堂のしけたいですがこれはちょっと日本語を読むの苦手だなという方まあここに外国人の方もいらっしゃるかなと思いますえ十分合格していきますからね日本語ちょっともうちょっと訓練したいと読む練習したいという方はあらかじめまた復習で読む練習にはなります基本書は今のところは不要だとえ考えていただいて構いません そして問題演習なんですけれども基本的には基礎力を確認の一問一答の演習や過去問これがウェブの演習システムの中に入ってますから。ウェブのまあ 演習システムをうまく使っていただければなと思いますあとは書籍紙の形でやはり問題解きたいとその方が自分に合ってるという方もいるかなと思います合格セレクションというものがありますし今大東塾でも年度別だとかの問題集も出していますので今そんなものが担当用としてはいいかなと思いますテキストの方にはマコタンというのは即単ンとマコタンと入っていますけれども まあこれはもうちょっと古くなってしまってそれは削っておいてください誠、まあ、即短、まあそれももちろん構わないんですけれども最新の問題1年の最新の問題がちょっと入っていませんなのでそれよりも合格セレクションですとかのあとはまあこのウェブの演習で十分かなと思います、まあ、スマホタブレット一つあればいつでも問題解けますので、えー、まあやった部分のところ帰りの電車の中で問題解いたりということをぜひやって自分の弱いところをうまく見つけていただければなというふうに思います。 まあこれから法律家に必要な力を身につけていっていただきたいと思ってるんですが、えー、前にもちょっとねお話をしました法律の知識基礎知識それから論理的な考え方ですね思考力といってもいいでしょうそれから日本語力読む力と書く力これをトレーニングするということが重要かと思います。で一、えー、は記憶の時間ですよね、えー、寝る前朝起きてあとは隙間時間うまく活用してください。 そして兄さんはできるだけ早く要約しながら読む訓練をしてみたり手を動かして書く訓練をしてみたり、まあ、これは必要に応じてですけれどもそういった訓練を怠らないことが大切かなと思います。さてそれでは憲法を入っていきたいと思うんですが私も大学で憲法の授業を聞きました。 ただ講義を聞いただけだと本当に難しくてよくわからなかったです、まあ、今日は最初の「憲法と立憲主義」で第1章冒頭のところの話なものですから少し抽象的な話になります、まあ、若干今日の話聞いて難しいなぁと分かんないなぁなんていう感じを持たれる方いらっしゃるかもしれませんけれども、まあ、あまり気にしないでいいです、えー、本当にえまあこの1回2回3回の辺りのところはかなり抽象的な話なので。 えそんなに面白いと特に日々の生活につながるわけでもない,いところなのですが、まあ、それでも担当とか論文とかの問題を解いていく時のベースになります皆さんが実務家になって活躍する時の基本的な出発点になるものですからちょっと我慢して頑張って聞いて頂いければなと思います。 で私が大学で講義を聞いた時に東京大学の芦部信義先生という日本の戦後の憲法学を作ってこられたその主流を作ってこられた先生なんですねでその先生があの師匠というかなそして宮沢俊義先先生生といいいう先生が戦戦前かからら後にかけていらっしゃいましゃまた東京帝国大学の憲法そして戦後の憲法学をいわば作り上げてこられたと言ってもいいかもしれませんが。 その宮沢俊夫先生のお話だけれどもというので紹介をされたことがありますで私も本当にその通りだなと思うものですがちょっと紹介なんですけどねえ「恐れの気持ちから宗教が生まれる」「驚きの感情などから芸術が生まれるんじゃないか」そして「疑い」「ここから科学」が生まれるんだ法律も社会科学として考えたときにはこの「疑い」 そして批判精神というのが極めて重要だと本当その通りだなと思うんですねいいですから最終的には皆さんは批判精神を持って本当にそうかとあの人があんなこと言ってるけども本当にそうなんだろうか自分の頭でしっかり考えて批判的にものを見ていくということは世の中のあらゆる出来事に対して極めて重要なことです でこれから特に人工知能おおまあチャット GPT なんかで、ねえー、もうあれは4になっても一気に変わりましたねというかあちょっと私も試してみたんですけどねこれまでの3とか3.5おお格段に、えー、もうそれこそ本当に人工知能だなという感覚を持ちましたこれから法律家もそういった人工知能を使いこなして仕事をしていくそういう時代になっていきますただその時にじゃあその人工知能は AI が言ってきた答え 出してきた答え本当にそうか常にやはりそこは人間が疑ってかかって検証するということも必要でしょうし世の中の中新しいい問題でいろんな考え方がこう出てきますその時に大多数の人や権威のある人が何か発言をされた時に、えー「ちょっと待て」本当にそうだろうか」というこの疑いの気持ちそして批判的な精神気持ちで物事に接するというのは法律家の基本的なスタンスとして極めて重要なことなんですね。 で特にこれから勉強する憲法というのはあ国家を扱います国がどういう、まあ、動きをしているのかどういう形でその国家を動かしているのかそこを批判的に見るのが憲法の本質でもあるんですね。 ですから権力という極めて重要な力国家が動かしていくその分を癒さない権力という力が正しく行使されているかどうかそれを監視しそれをコントロールするそれこそは憲法の本質なものですからどうしてもその国家権力に対しての批判的なものの見方これがないと憲法話にならないんですね国がやってることだとから正しいんじゃないの国会で決めたことだから従うよと政治家がやってくれてるんだからと何かにただただ従う。 の批判に従うだけであるならば憲法なんかいらないということになるし法律家も少なくとも憲法を扱う法律家はいらないねということになりますですから試験科目としての憲法も学問としての憲法もその批判精神や疑ってかかる本当にそれでいいのかと権力の行使はこれで本当に大丈夫かと時の政権に対してかなり批判的なものの見方や批判的なまあ姿勢それは不可欠だとむしろ思っておいてください ですから何かね時の政権を批判してとか何か政治的に偏ってるとか時々そういうことを言う人がいるんですよ。あなた憲法分かってないね憲法の本質はどんな政権であろうが時の権力政治家や政権を批判的にものを見ていく。そこが 憲法の一つのつ本質ななんんだとということなんですねですから、まあ、今は自民党公明党政権ですけれどもかつて民主党政権の時でもかなり批判的なものの言い方を私はしていましたなのでその時々の権力を行使する人たちに対して、まあ、疑いの目を持って批判的な観点で物を見ていくそれが憲法という社会科学にといっては極めてやっぱり重要なんだということは最初にちょっと確認をしておきたいなと思います。でそののの上で憲法というのはこの 国家と個人の関係を起立するものだと言っていいかと思うんですね。で、この時に、まあ、通常一ページの冒頭のところ、ちと見ます。憲法とはというところなんですが、憲法では通常、国家という統治団体の存在を基礎づける基本法有。こんな定義を覚える人は全くありません。なんとなく、まあ、そんなもんかな。確かに国家、国という統治の団体、そこをまあ基礎づけてるんだな。まあ、それはそうだなということではあります。で。 その国家と今パーポの方にも挙げましたが画面に書きましたが個人との関係性を起立するものなんだ法というのはおよそ誰かと誰かの関係性を起立するルール化していくものが法なんですね社会あるところに法ありなんていう言葉を前に紹介したことあるかなと思います人間が二人以上いたら必ず法というものが必要になるじゃないか、まあ、法学の基本入り口で必ずそういうことを学ぶわけです ですから国家という団体とそれから個人というものがある以上その関係性をどう切りすすかその時にじゃあ国家とは何なんだこれもいろんな定義の仕方があるんですが領土国民権力この3つ領土と人とそこで生活する人ですよねそれから権力の行使この3つが まあ一つの考え方他にも考え方あるんですが領土国民権力これで国家が成り立つぞということなんですねですから領土がなければ国家といえないしそこで生活する人々がいなければダメだしそして権力の行使ですこの権力というのが実は国家統治の基本になりますですから国家の本質は権力を行使するところにあるんだということテキストの「 1>, 1ページ1の1の黒ポチの2つ目ですよね「領土と人と権力は国家の3要素」これをまずマークしておきましょうでこれはもう常識レベルにしておいた方がいいかなと思いますそれから「国家の本質は権力にある」これもマークしておきましょうそしてその下「権力」とは他者に対して服従を強制しうる力有無を言わさぬ力これが権力でその権力を行使することこそが国家の本質なんだ で先ほども言った通り憲法というのはその国家の権力行使を正しくコントロールする正しく規制していくそれが憲法だぞということになりますで権力というのは何となくイメージ持てますよねうんその思いはさぬ強い力が国家権力ということになります それが正しく放置されればいいんですがそれが時に暴走したりするその恐ろしい力をいかにコントロールしていくのかそれが憲法だということは何度かお話をしているんですがこの権力という概念と対になる言葉として「権威」という言葉があります。 権威、まあ、権力は英語だと「パワー」ですね権威「オーソリティ」という言葉で表現されますがこの権力のついに権威という言葉がありますこの権威って何だというと自発的に自ら従おうとする時その対象が持つものが権威だというこんな理解ですですから自分たちの意思で従っていこうというときにその先には権威がある言いかれば権威があるものには私たちは自発的に従おうとするわけです 権力はこちらの意思とは関係なしにもう強制的に従わされてしまうそういう力が権力ということですこれから憲法を勉強していくときにこの権力と権威という言葉がしょっちゅう登場しますでい、まあ、わば力,の方力というかな方向性がちょっと違いますよね権力はイメージ的には上から下に強制するようなあ、ね、そんなイメージですが権威は下から上に自ら従っていくみたいなそんな感じです でこの「権力」と「権威」という言葉、まあ、これから何度も出てきますから少しずつイメージが持てればいいかなとは思いますが、まあ、この中で国家は権力を行使することそれが本質だぞということになります。日本の国の国形を ちょっとと紙に書いててごらんなんなこと私時々なんですが小学校中学校で憲法の話をすることがありますで時間がある時に小学校の高学年とかね中学の1年生あたりに「日本の国の形をちょっと紙に書いてごらん」なんて言って紙に日本の国の形をこう書いてもらうんですね。で、その日本の国の形書いてごらんなんてあ個人はもういいですね「個人の尊重」「十三条全段が個人でした。 さて日本の国の形書いてからな,なんていうとこんなのまあ書くんです下手っぴーな人もいたりもしますが沖縄忘れちゃったりだとかね中には北海道忘れちゃったりする子もいたりするんですがまあなんとなくうんこの日本の国の形こんなのを地図に書いてくれるんですよ、えー、それ日本の国の形なの とというと日本の国の形じゃないですかだって地図でこんな日本地図見ますよなんてねでそれ日本の国土の形にすぎないんじゃないのって言うとみんなポカーンとするわけです。え国土の形いや日本の国の形を描いてと言ったんだけどね君たち国土の形を描いただけだよねえいやでもこれ日本の国なんじゃないですか、ね、まあその通りなんだけど日本の国の形多分皆さんもこれをイメージすると思いますですが日本の国の形と言われた時にこういう絵を描いたって構わないわけですよ。 日本の権力がどういう形で行使されているのか三権分立権力分立自体は、まあ、知ってますよね国会内閣裁判所っていうね例えばその三角形お結びみたいなそんなのをこう図にしたって、まあ、日本の国の形だよと言っておかしくはないわけですですが私たちは通常日本の国の形と言われると権力の形行使の形というよりはまあ国土の面積国土の形をイメージしちゃうしあこれ日本の国の形だね 私も日本で生まれ育ってずっといたものですからね日本の国の形というとまあこんなのをついイメージしちゃいましたなんですが実は中学の時に中学に入ってすぐなんですけれどねちょっとドイツに親の仕事の関係で行くことになりましたで2年ばかりドイツで生活をしたんです当時の西ドイツです初めて飛行機に乗ったんですよ羽田空港から何かない時代ですからね羽田空港から50年ぐらい前初めて飛行機に乗ってでそれで当時は。 あのソ連だったんでソ連の上は通れませんから北極の上をこう通っていくっていうねそういう北極経由北極の真上をこう通っていくでアメリカのアラスカのアンカレジーっていうところ一旦止まってでそこから、ね、北極の上を飛んでいくみたいな形でヨーロッパに行くわけです。 その時に、えー、もう,うね何時間も乗って十何時間乗ってヨーロッパもうすぐ着くぞとドイツに着くぞなんていう時にあと何時間だっていう時に窓から下を見た時にとても天気が良かったもんですからあこう海が見えるんですねあこれ北海上の方からこう入ってきますから、ね、北の方から入ってきますからあこれはあこれ海だな北海かなあどうなんだろうなあそして、うん、さらに陸地が見えてきてあこの辺は 例えばオランダとか、ね、デンマークだとかあの辺の,海なあの陸地なのかななんていうことをこう想像しながらあ、ね、初めて飛行機乗った時に飛行機の上からね窓から下を見た時に、まあ、景色が見えるんですがその時にあれなんかあれごめんなさい、えー、あれなんか自分が思ってたヨーロッパと違うぞと思ったんですね。で私が小学校の頃勉強してたヨーロとパっていうのはなんかこんなな感じなわけですよ でね、こう色分けしてあってで国境があってなんだけど窓から見えるのはこの畑がずーっとついてたり森がずーっとついてたりというだけまあ当然ですよねそんなのが見えるだけであれおかしい国が色分けされてないよ国境線見えないよ、うん、ということに。 なんんか驚いたんですね私は小学校の時ずっとなんか白地図白い地図に国ごとにこう色分けするみたいな宿題でねなんかフランスを何色にしようかなとかドイツ何色にしようかなそんな地図を色で塗り,塗り分けるみたいななことをやったりもしましたしそれから私が見る地図は全部国別に色分けされ海の中でも「てんてんてん」なんてね海の中の国境線もこう引かれちゃってたりアフリカの方なんかね行くともうピッと直線で。 こう国境線引かれてるわけじゃないですか。で、そうやって国境線が明確だし、しかも、うん、国が色分けされると、え、そうじゃないよと驚いたんですよ。私の中のこんなイメージだったね、そのヨーロッパのイメージが全然違う。まあ考えてみれば当たり前のことなんですが、その時にその時あんまり意識しなかったんですけどね。その後、あ国境とか国というのは人間が作ったものなんだ。 あらかじめ存在するんじゃなくて人間が人的に作ったもんなんだっていうことをなんかすごく感じたんですねでドイツ例えばドイツに行ったんですけどね第二次世界大戦前のドイツナチスの時代のドイツというのはまあポーランドからソ連の一部までが領土これがドイツ だったわけでドイツ第三帝国だったわけですでそれが戦争で負けてしまってドイツも分割されて4分割されてまたポーランドだとかソ連だとかに、ね、なってしまってそして東ドイツですよねそれからさらに分割され分割統治されてイギリスやフランスや、まあ、アメリカやオランダや、まあ、そういう国々に統治されるようになります。まあ、領土の面積が半分以下ぐらいになるんですかね 日本も考えてみればそれはそうだ第二次世界大戦の前に朝鮮半島だとか台湾だとか植民地を持ってましたよねそれは日本の国の一部だったわけです、えー、ところがそれが戦争で負けてやはり日本も大体半分ぐらいの領土になっちゃったね国の形って変わるんだ国というのは変わるしでそれは結局国境も国も人間が作ったものなんだあで国家とは人が意識的に作った組織体なんだ とととといううここここの感覚をまず持つことこれがすごく実は大切かなと思うんです、ね、でさらに私向こうであの世界は変わるしそして、えーまあ、日本も変わるし変えられるしまた世界も変わるし変わるんだしなんていうことをちょっと経験しました。というのはあベルリンも行ったんですねで東ベルリンに入って東のいろんな国向こう側を見て本当に色がない灰色のイメージでした。 でベルリンの壁高い壁があってもう全部自分が生きてる間に絶対この壁なくならないなと思ってたらねええー、1989年亡くなったわけじゃないですか12月に11月かやっぱ国というのはどんどん変わりうるものなんだと私はてっきりやっぱり、ね、永遠に変わらないというイメージそこに存在して与えられてるというイメージをやはり持ってました日本で生活するとまず国境が変わることはなかなかないですよね まあそのね、戦争で負けてらえちゃったってことはあるかもしれませんけれどもその国境線が近い将来変わっちゃうよってことはよほどのことがない限りはまあないだろうと思われます。で生まれと少なくとも私は生まれた時から今まで国境線変わった経験は、まあ、若干ねあの沖縄が戻ってきたりとかそういうのはありましたよ。ですけれども大きく何か国の形が変わるというよりは日本列島というイメージを頭の中にこう定着している日本の国の形はもうすでに生まれた時から与えられてて存在する所有の前提 国っていうのはののは前提のイメージなんですよ生まれた時から政治家がいるし国会議員が何かやってるし生まれた時からこの仕組み憲法の統治の仕組みもあるしということで何か国やそして国の動き、まあ、権力の行使の仕方も含めてそうなんですが全て与えられても存在しているというイメージがどうしてもありました。 でもこれから勉強する憲法での国というのは与えられるものじゃなくて自分たちの意思で作り上げていくというこの発想が実はとても大切だこれが国民主権主権者意識というものなんですけどね国家というのはそこで生活する人々が作り上げていく権力の主体なんだという感覚が持てるかこれはこれから憲法を学んでいく上ですごく重要なことの一つでもあります。 まあ憲法を学んんんででいいく上で、ねまあ、いろななな抽象的なんだけれども重要なこと例えば先ほどね権力は恐ろしいもので時にそれを批判してその権力の行使をコントロールしていくっていう、ね、批判的な精神が重要だということを言いましたそれから国家というのは勝利の前提じゃない私は作り上げて意識して作り上げていくそういうものなんだだから変えられる変わっていかなければいけないし変えていけるものなんだということその意識を持たないと憲法学なんかやったらないんですよ。 もうね、批判政府を批判して「いや憲法はこうだからこうあるべきだ」とか言っても全然変わらない「あ一人一票実現すべきだ」どこに住んでても同じ一票じゃなくちゃいけないよね」ってんで10年間裁判やってますが、まあ、確かにねちょっとずつは変わってきてますんですがなかなかうまくいかない。で日本の違憲審査権というのは憲法81条で保障されてるんですが戦後10個とか11個しか違憲案が出ないんですよ。世界のの中ではアジアジ諸国から見てても極めて突出的に 消極的すすぎる国なんですねで、まあ、はっきり言えばあその憲法学の世界からするとちょっと笑いものになっちゃってる若干そんな感覚を私持つんですけどなんで日本の裁判所とあんなに政治におもねちゃって違憲判決躊躇しちゃってるのもっと裁判所として裁判官として違憲なら違憲と言えばいいのに何であんなに利用しちゃってるんだろうなんていうことが学問研究の一対象になるぐらいかなり得意なんですね。 でも日本国憲法は81条で意見審査権を認めて政治部門の国家権力の行使を憲法でコントロールしていくということになってるわけですよ。ところが2014年7月1日の閣議決定によって安保法制集団的自衛権の行使ってやつが認められてしまいましたこれはまた9条のところでお話をします試験にも出てきますから重要なところなんでまた9条のところでお話をしますけどね日本中のほとんど全て9割と言っていいほどの憲法学者は憲法違反だと。 元最高裁長官まで憲法違反だ指摘した内閣法制局長官も憲法違反だと指摘したのにもかかわらず国会で強行採決でできてしまってそれが今何も問題ないかのごとく当たり前のようにそれを前提として反撃能力だとか敵基攻撃能力だとかの議論が進みそのための予算がついて国が動き動いちゃってるわけですよ。憲法違反だと こんな憲法学者憲法違反だと、そして今でも裁判やり続けている。にもかかわらず、もうね、それこそ。東大や慶応や早稲田や京大や、まあ、そういう。大学の先生たちだけじゃないですけども、そういう第一級の憲法学者の先生がいまだに憲法違反でこれ許されない。言い続けてるにもかかわらず、えそういう状況。このまま行っちゃうの、この国は。いや、でも、そこで放り出しちゃったら、やっぱり憲法学やってる意味がないよね。 どうんとなるとやっぱり変わるものなんだって私たちが意識してより良いものにしていかなければいけないんだということをそれはやっぱり忘れてはいけないことなんだろうなというふうには思うんですね。でなもんですからまあ体マスターのところでもお話をしました。そうそうこのお話はた今日のこの基礎マスターは。 体系マスターの6時間の憲法の講義も聞いているという前提で今お話をしてますからね、えー、法学入門とそれからあ体系マスターの憲法憲法とは何かって最も本質的なところの話はもうすでに聞いてますという前提で話をさせていただいていますでその体系マスターでもお話をした通り2ページのパワーポイントの3番のところで、えー、憲法に対して法律いやこれ違うよねと。 法律は国が作り国民の自由を制限していくけれども憲法は国民が作り国家を制限していくそういう法なんだぞで何度も言うようにこの国家というのは国民が我々が人為的に作った権力の主体としての国なんだとあらかじめ処理の前提とかね生まれた時からあるよねとかそういう話はない人為的に作った権力の主体としての国これをいかにコントロールしていくのかということそれが憲法の本質的な役割だということです。 でまさに法の当てにが違うということもそこでお話をしたかなと思います。さて憲法と法律は違うんだということでここでちょっと示してみたところではあるのですが、えー、この時に、えー、そこに立憲主義という言葉をちょっと入れておきました縦4番のところなんですがあ国家権力の行使に憲法で歯止めをかける考え方、ま、ずざっくり言うとこれは立憲主義。 もともと1215年マグナカルタで国王のジョン王と王様の応募に歯止めをかけるというために生まれたんですよ。とイギリスではこの1215年のマグナカルタの条文のいくつかは今のイギリス憲法としても使われているということもお話をしたかなと思います。で今民民主主義のの時代ですかから多数派にによるる意をを反映した権力の行使にも歯止めをかけるという意味で民主主義と立憲主義アクセルとブレーキのま関係にあるんじゃないですかということも,もうお話をしたかなと思うんですが。 でこの時に一つ大切なことちょっとそのパーポの4番のところの脇にでも付け足しておいてもらえればなというのを今画面に出しました民衆の名を語る政治権力も制限されれなななければならないこれが一つ立憲主義のポイントでもありますので、えー、これをちょっとパーポの4番2ページのパーポイントの4番のところにちょっと付け足して書き込んで、えーまあ、その脇 のとととこころろででででももいいいいすすかららら書き込んでおいてもらえたらなというところですテキスト2ページパワーポイント4番の隣あたりのところにこの黄色で今画面に出した部分ですよねそれを書き留めておいていただければというふうに思います。で、まあ、このように民主主義、まあ、民主の名を語る政治権力というのは言葉を受かれば民主主義。 に基づく政治権力と言ってもいいです、えー、民主主義で民意を反映するその政治権力でも憲法によって制限されなければならないんだ国会が多数決で作った法律だからいいじゃないかというわけではないぞその国会が多数決によって作り上げた法律でも憲法に従わなければいけないあらゆる国の政治は全て憲法に従わなければいけないんだということを意味している、まあ、それこそが立憲主義だぞということになります。 で、このように憲法で縛ることによって、うんまあ、いろんな立憲主義の定義の仕方もあるんですが、もう一つちょっと画面には出してない出さないんですが、書き留めてほしいことがあります。まあ、今の立憲主義でパートの4番の横欄外でも構いません、えー。公の領域と私の領域を区別して私の領域を守ること。これが立憲主義の重要な目的でもあります。公 の領域公,ですね、公私を分ける公私混同しちゃダメだよの公公の領域と私の領域公と私ですよね公の領域と私の領域を区別して私私の領域を守る公の領域と私の領域を区別して私私の領域を守る。 これも立憲主義の重要な目的でもありますまさにその「死の領域」というのは言葉をかければ自由と言い換えてもいいかもしれませんですから一人一人の自由に任せるべき領域とそれから公でみんなで決めてある意味では従わなければいけないというその領域をきちっと区別をするその私的領域での自由をまさに守るというところが立憲主義の目的だぞというこんな立憲主義の理解の仕方定義の仕方もあります。 Yeah. まあ 何か覚えななくちゃいけないといけととうことでありませんもし覚えるとしたならばそのこのパーポの4番にあるように権力行使を憲法で歯止めをかけるというこの基本的な考え方だということだけ分かっておいて頂いければいいかなと思いますがこれから憲法の役割ということで私の領域死の領域自由というものを守っていくということの話をいろいろしていくことになるかなと思います。あとパーポの5番のところですがこれはまあこういう見方もあるねということでこれ B ランクぐらいで大したことはありません。憲法は国家権力を制限するものこれはもういいよね高級的な かななり長い、えー、大きな先までの価値を示すそして今のままでは理想を示すというところがありますよねというとことでこれは B ランクぐらいで構いませんパワーポイントで言えば3番4番がともに A ランクで重要だということはもう体験マスターでも確認をしたとおりですさて戻ります1ページに戻って憲法の意味という1-2のところに入りますテキストの1-2憲法の意味というところに入ります えー、まあこれはもう単純に言葉の説明みたいなものなんですね。ですからちょっと面白くない話ではあるんですが、憲法の分類整理と言ってもいいかもしれません。私たちは憲法と言った時に国家権力を制限し、国民の人権を守るための法なんだ。まあそんな定義で覚えてもらってます。大平正芳がそうやりましたよね。ですがその定義の憲法というのは、あその憲法の整理分類した時の一つ。 でしかありませんもうちょっと別の整理分類の仕方があ,あるよということをちょっと紹介をしますでここは担当の問題で過去に主体されたりするようなレベルのところです論文ではあまり問題にはなりませんがあ整理憲法という概念の整理の仕方です。えまずは縦一 形式的意味の憲法と実質的意味の憲法という分類の仕方がありますから縦に固有の意味の憲法と立憲的意味の憲法というまあ分類の仕方がありますまずは縦一、えー、括弧一形式的意味の憲法から割と単純です憲法という名前名称で呼ばれる成分の法典いわゆる憲法典ですね、えー、そのことを形式的意味の憲法と言います今の日本国憲法はまさに憲法という名前で呼ばれますよね大日本帝国憲法 これも憲法という名前で呼ばれますよね憲法という名前がついている法典、まあ、これを形式的意味の憲法という言い方をします憲法という名前がついた法文法典ですよね、まあ、これは割とわかりやすいですそれに対して実質的意味の憲法というのは憲法という名前がついているかどうか関係なしにある特定の内容を持った法じゃあその特定の内容って何だというと具体的には国 のの機関関権力の組織作用相互関係これを規立する規範を内容としている法のことを自主的意味の憲法と呼んでいきますですから憲法という名前がついている場合もあれば憲法という名前がついてないものも国家の機関国家機関のことだとか権力の組織や作用国家権力の組織作用について定めていれば自主的意味の憲法だということが言えます。 例えば日本でも国会法という法律があります。国会法という法律は裁判内閣法だとか裁判所法なんていう法律があります。これは法律なんですよ。国会法という法律。でもその国会法という法律によって国会のやっぱ組織、えー、どういう組織になっている。そしてそこではどういう、えー、まあ作用をね人々に及ぼすのかどういう仕事をするのか。 ということは国会法という法律には定められています内閣法だとか裁判所もそうですこれらも実質的意味の憲法と言っていいということなんですねですからこの国の国家の機関や権力組織や採用相互関係などと定めてそういう内容の法はおよそ実質的意味の憲法だということになりますかなり広い概念になるわけですね でそれが自主的の憲法でこれは成文であるといいなと問わないとそこに書いてあります条文の形になっていようが条文の形にはなっていないものもイギリスなどにはある、えー、後でもお話をしますがイギリスには形式的な憲法はありません、えー、グレートブリデンド、ね、テドキンのねイギリスの憲法なんていうものは存在しないんですじゃあイギリスの憲法って何というとイギリスの国会法だとか人身保護法だとか またはそれこそマグナカルタだとか権利焦点だとかさまざまな法や権利宣言それが集まってイギリスは実質的にの憲法ということになっているんですねですからイギリス憲法を勉強すするのはかなり厄介です日本の憲法みたいに1条はこうですよ2条はこういう意味ですよみたいなことができないんですよ。 ね、そういうイギリスの国会法だとか人身保護法だとかあ過去の歴史的な私たちは歴史的な文書と考えるのはマグナカルタだとか権利請願権利焦点そんなものの集まりがイギリスの憲法それは自主的にの憲法ということにはなるわけです。さてそんななふうにに条文憲法とと名名前前で呼ばれるかいいや別に名前は関係ないよと 国家の組織、えー、国家の機関や組織や相互関係を定めた内容の方法を実質的の憲法というんだよと、まあ、この分類がまず一つありますそしてもう一つてにここはちょっとわかりにくいと思います。えー、括弧ののの固有のみの憲法というのは国家統治の基本を定めた法だ実はこれは今見た実質的にの憲法と同じ中身なんです。 えー、具体的には国家の機関権力の組織作用相互の関係を起立する規範が固有のみの憲法であるこれこの「具体的には」のところはすぐ上の実質的味の憲法と同じ中身だねそうなんです同じことなんです同じものをちょっと、えー、視点の違う整理の仕方をすると、まあ、この「固有のみの憲法」という言葉なんですが、まあ、この固有のみの憲法は、まあ、こういう国家統治の基本を定めた方なんだと。 えー、その国家統治の基本を定めた法これを固有の意味の憲法と言っていきますで、えー、これは矢印この意味の憲法はいかなる時代これもーくとこいかなる国家にも存在します国家が存在する限りは必ずそのの国家統治の基本を定めるる法は存在すすんですですからいつの時代例えば日本の江戸時代にもこの意味の憲法はあったはずなんですね でそれはあ日本の,その江戸幕府とそれから大名との関係をどうルール化するかというようなものは存在してるはずなんですよ。ですから日本の江戸時代にもあったでしょうしそれからあイスラムの国にもあるしいつの時代でもとにかく国国家がある以上はその国家をどう統治するか。例えばあ 朝鮮民主,主義人民共和国北朝鮮にも当然その憲法はあるわけです。でそれは民主主義の国であろうが独裁主義の独裁国家であろうがうちは専制国家なんだと権威主義国家なんだという,ういわば国家の基本が 何ららかのルールーでで決められてるはずなんですねそれは条文であある必要は全くありませんいかなる時代いかなる国家にも存在するしそして成分不分、うん、すくにあったら成分であるというのはとことわないというように条文の形になっていようがなっ,て今なっていなかろうが国家がある以上その国家として存在する以上はその国家の統治の仕組みのルールが何らかの形で必ず存在してます。それを このの意味の憲法とととんんでいいくよということなんですね。で、えー、二つ目にはこの小犬の意味の憲法とすぐ上で見た実績意味の憲法は同一の事柄を示すもの同じことを言ってるんですが小犬、えー、の意味の憲法は事柄の性質に着目をしているに対し実績意味の憲法は事柄の存在様式に着眼存在様式というのは憲法という名前がついて存在しているかどうか憲法という名前がついて存在しているか形式意味の憲法。 別に名前なんか関係ないよとある特定の内容を持ったあ国家の機関や相互関係を定めたあそれであれば実的意味の憲法だよというふうに実、うん、的意味の憲法というのは存在様式憲法って名前がついて存在しているのかどうなのかそこで区別をした概念に対して固有、うん、の,の,の意味の憲法というのはまさに中身この具体的にはというところに示した中身に着目をして。 いるものですよと同じことを言っていますで、特にポイントはいかなる時代いかなり国家にもこれは存在し得るものが固有の意味の憲法ださてどんな国でも国家である以上はその権力行使のルールであるところの固有の意味の憲法は存在しますじゃあその固有の意味の憲法の中でその中で次に括弧の2番です自由主義に基づいて定められた国家の基礎法 これを立憲的にの憲法と呼んでいくよということなんですねで、えーまあ、その目的は政治権力を制限し人権を保障するというところにありますというわけですでそこにエザンプルのところでフランス人権宣言16条を挙げておきました権利の保障が確保されず権力の分立が定められていない社会はすべて憲法を持つものではない権利の保障これマークして権力の分立マークしてこの二つが立憲主義憲法の 本質なんだだといいこここを示しててるここは A ランクで覚えてくださいフランス人権宣言16条というところまで覚えなくてもいいかなと思いますがフランス人権宣言で権利の保障言葉をか,かれば人権保障それから権力の分立この2つが立憲的意味の憲法の本質なんだということをこのフランス人権宣言が言ってるぞということでこれは A ランクでとても重要です。 なのでそれを受けて私たちは矢印憲法学の対象とする憲法はまさにこの国家権力制限し国民の権利中すなわち人権を守ることを目的とする憲法立憲憲憲的な法法をここれからとということで学んでいきますよとというこでですですからこれからは断りなく憲法といったときにはこの意味の憲法を指していると理解をしてください。 で、まあ、ここの自由主義という特定の価値観に基づいて定められたあ、国家の基礎法、それを立憲的意味の憲法と呼んでいきます。分類の仕方をちょっと整理すると4ページに飛んでください。え、4ページのところに四角で囲った図のようなものを入れてあります。でここの意味がイメージ持てるようになればオッケーです。存在様式に着眼した区別。 そして法規案としての憲法自立状態としての憲法ってちょっと今置いておきます法規案としての憲法の中が形式的意味の憲法と実質的意味の憲法に分かれていますそして内容に着眼した区別として固有の意味の憲法その固有の意味の憲法の中が立憲的意味の憲法とその他このその他というのは立憲的意味の憲法ではない自由主義に基づいて定められた憲法とはちょっと言えないかもしれないなというものも含めて、えー、国家の 統治の基本を定めたものであればいいわけですで、このその他の中にはどこの国でも憲法があるわけですからそれこそ中国にもあるしロシアにもあるしイラクにもあるし北朝鮮にもあるし世の中で言われるところ権威主義的な国または先制国家そんな国にも憲法はありますよ固有の意味の憲法はあるんですよということを意味しています私たちは立憲的意味の憲法で、この立憲的意味の憲法のことを別名近代的意味の憲法と呼ぶときもありますこれは近代立憲主義 のあの近代というイメージなんですけどね自由国家の時代ということを大型マスタールもやりましたその自由国家の時代のまさに憲法という意味で近代的意味の憲法と呼ぶ時がありますでこれをまさにこれからテーマにしていくよということなんですねでこんなふうに着眼点が違う区別が二種類あるよということなんですが ちょっとね、分かりやすくというか、試験との関係では、形式的て意味の憲法、この頭に丸一と番号を振っておきましょう。実績意味の憲法の前に、丸二と番号を振っておいてください。そして、立憲的意味の憲法の前には、丸三番号を振っておきましょう。今、お話をしているのは、四ページの真ん中の、四角四ページの真ん中の。こう、大きな四角の中の、上の段のところに。形式的意味の憲法という太字の言葉があります。それの頭に丸一。から実績意味の憲法という言葉の前に ②、丸二。 それから内容に着眼した区別の立憲的にの憲法の頭に三でこのいわば二丸三と3つ番号をつけてもらったんですが憲法はこの3つに分類されるとかね3つに整理されるなんていうふうに言う時もあるからなんですね。ですからですから的にの憲法実質的にの憲法立憲的にの憲法のどれに当てはまりますかなんていう担当の問題として出題されてくる可能性がありますよということでこういう分類の仕方 もありだ、まあ、要するに実績未の憲法と固有のみの憲法は同じことなものですからあ結局こういう3つを理解しておいてもらえばそれでいいよということになります。ちなみにに日本国憲法はどれに当たるんですか言われたら「日本国憲法は今の3つのどれに当たるんですか?」と言われたら当然3つ全てに当てはまりますということですよね。 日本国憲法といいう名前がついてますよね的にの憲法だし国家統治の基本を定めている、えー、法憲法でもありますから実質的にの憲法でもありますそしてもちろん立憲主義に基づく憲法だよねってことですから日本国憲法は123全てに当てはまりますということになるわけです。えーまあ、大日本帝国憲法もね、えー 不十分ながらも立憲的身の憲法ということは言えますから大日本帝国憲法いわゆる明治憲法も123全て当てはまると言っていいかなとは思いますね。さてこのような分類この今のねこの憲法の分類これは一応1 2丸一丸2丸3の3つの分類整理ができるんだということは A ランクで理解をしておきましょう。ただ1ページに戻って この縦に全体的には特にですが理解意味が理解できればただしフランス人権宣言16条にあったあ権利の保障人権保障と権力の分立これが立憲的にの憲法の二大本質なんだということだけは覚えておきましょうとということですで、えー、先ほどの4ページの図上の段の一番左に法規案としての憲法に対して事実状態としての憲法という言葉が次いで入っていました。 私たちは憲法という時には法規案としての憲法を想定するんですが事実状態としての憲法というものもあるんだということをちょっとだけ確認です。ペペーージジに戻ります2ページのののとところのちょっと中のような形でアススタリスクで入れてあるところなんですが法規案としての憲法と事実状態としての憲法という項目立てが2ページのところにあります。でこれは全体的に B マイナスで何か覚えなくちゃいけないということでもありません。 で書いてあることも完璧に理解する必要も全くないです、まあ、そんなもんかなぐらいで、えー、いいところです日本語で憲法という時はあ文字の表現の通りに法的概念として用いられるのは普通、まあね、憲法法ですよね憲法という法だよね、まあ、法規案としての憲法を通常は想定してますしかし憲法に相当する外国語コンスティテューションだとフ,ェアファッショングという、ね、言葉は構造とか組織とか体質といった意味合いがまあ含まれてますね、まあそうだろうと 実際国家という政治的な統一体の存在のありようそれ自体を指して使用される場合がある現実の国家の運営のされ方現実の国家のあり方それを事実上とととの憲法と呼ぶ時があるよってことなんですね例えば事実上の権力関係を持って憲法の本質を捉えたドイツのラッサールの学説ならはそれなんだと。 ドイツにおける市民革命がプロイセン国を中心とした兵力などに圧倒されて失敗をしてしまった結局フランクフルト憲法というのは立憲の歴史的な文章になり下がってしまったそれを見たアラサールの体験から生まれた概念だなんてこう書いてありますこの辺は別に気にしなくて無視しちゃっていいです確かに憲法は事実と密接に結びつき事実によって動かされるものしかし憲法は国家における国民や国家機関を規律する法として規範的な拘束力を持ち規範性を備えたものでなければならないだろうと。 この説のように法規範の規範面を不当に廃止してしまうのは極端に過ぎ妥当ではないだろうと言われます。この最後の三行確かにのところ言っていることなんとなくわかります。憲法は法というのはべき論を示してこうあるべきだというべき論の世界ですよね。法というのはまあ規範であって で,であるの世界じゃないべきの世界」だと法学入門の一番最初の話をしましたよねでこうあるべきというのと現実のこう「であるは」はずれが生じますその時にこうあるべきだということを言っていくでそれに近づけていくそれが規範的高速度とは規範性というねこうあるべきだということを訴え続けるところに重要な意味があるじゃないかということです。先ほどちょっっとお話をした2014年4月1日のの閣議決定によって集団的の行使が可能 というふうに国家日本の国の政治部門は決めてしまいましたで、その翌年2015年に安保法制が強行採決されてこの国は集団的自衛権を行使できる国になっちゃったわけですねそれまで日本の国が攻撃された時にしか自衛隊などは、まあ 武力を行使できないとしてたこれを個別的自衛権と呼んでいたんですが日本の国が攻撃を受けてなくてもアメリカがどこからか攻撃されたならば日本の自衛隊は世界中どこまででも出かけていってその相手国と戦えるという集団的自衛権の行使を認めてしまったわけです。今までで日本の政府が絶対にこれはできない 憲法を改正しなければ絶対やっていけないということを言い続けたことを一遍の閣議決定でコロッと安倍内閣の時に変えてしまってそんなものですが先ほどお話しした通り日本中のほとんど全てと言って憲法学者はこれに憲法違反だと言ったわけですところがそれが今裁判をやっている最中なんですが7年目8年目だけど裁判所はなかなか明確な意見判決を出してくれていませんまだ裁判は継続中です。で裁判でで決着ももついいてないものですから運用 事実上はあその南方法制に従ってこの国は動いちゃってるわけです、ね、日米の軍事一体化がどんどん、まあ、加速今してますよねという状況が進んじゃってる。ということはいくら憲法でうんこれはい,いけないと憲法違反だという解釈が正しかったとしても事実状態としては集団的自衛権を行使できる国他国のために戦える日本という国として運用されちゃってるわけですよ。 その現実の政治の世界での運用の仕方国の在り方それが自を対象者の憲法というようよなイメージですまた憲法53条というところでは国会の少数派の議員が臨時国会の召集要求というのを出せるんですね。で臨時国会開いてくれでさまざまな内閣をいわば監視行政監視するそのために臨時国会の召集要求というものを国会議員の4分の1が集まって 要求することによって臨時国会を開かなければいけない内閣はね、それが五十三条講談に書いてあるんですが、それを、えー、歴代の政府は四回も五回も無視し続けてきました。憲法に書いてあって要求があったにもかかわらず臨時国会を招集しない、全く無視をし続けてきたわけです。でそれも憲法違反という今裁判やってますが、これもまだ最高裁での判断までは行っていません。でもそうなると五十三条があって臨時国会招集要求が があったとしててももそれに答えなくてもいいんだ憲法に書いてあることを無視していいんだというのが今の日本の政治の運用の仕方なんだねそれが自重状態との憲法としてそのまま定着していっちゃうということになりかねないわけです。でそれも憲法だからそれでいいんじゃないのだって自重状態と実際そうなってんだから、まあ、仕方ないそれでいいよねと言って終わらせてはいけないんだということをこの最後の3行のところでは言ってるあくまでもべき論というところを忘れてはいけないだろう53条無視されたいだとか。か あーね、集団的自衛権禁止っていうところを無視されたりとかしてそんな法が憲法が存在しないのと同じような状態がまかりとってはならないぞみたいなことをちょっとこえは言ってるということですでただ言葉としては事実状態としての憲法とという概念はあります、えー、事実としてこういう運用の仕方がなされてるよね現実を見てということなんですけどねさて、まあ、ここまでは本当に言葉の説明みたいなものでしたが次の3ページ立憲的憲法の特色 ここは極めて重要なな話になります、えー、まず延々あるんですが立憲的意味の憲法というのはどういうふうにして生まれてきたんだろうとまずはもともと中世法のの思想というのがありました中世でちょっと切れて「法有意の思想」中世の頃の、まあ、要するにイギリスのマグナカルタのあたり13世紀あたりからのイギリスがあまあ念頭に置かれてるんですけどね。 中世における法有意の思想が元々ありましたそれはどういうことか絶対的な君主国王も従えなければならない工事の高い次元の法があるはずだ王様も従えなければいけない法というのがあるはずなんだという考え方がもともとイギリスで生まれたですからこれ13世紀イギリスのあとでマグナカルタのところで少しお話をしますが13世紀イギリスの法のイメージです。 ですからイギリスの王様といえども好き勝手はやっちゃいけない何らかの法があるんだからそれに従わなければいけないんだという発想があったよねただ矢印最もやるとおり中世法議員の思想とは貴族など身分の特権の用語を内容とするような封建的な性格が強いものだった身分の特権中世立憲主義は身分の特権を守るものに過ぎなかったこれも大憲マスターでやりましたよね。でで身分ののの特権を守るものだったその 考え方が近代自自然然法内権のの思想の影響を受けてきますでこれはさまざまなルネサンスの時代を経た上で市民革命につながっていくんですがロックこれはジョン・ロックというイギリスの思想家それからルソジャン、えールソ、えー、でこのジャンジャック・ルソーフランスの思想家ですがロックやルソーによって説かれた自然権の思想この自然権思想というのが近代憲法のいわば出発点になります。 で、どういうことかというと、三つのセットなんですね。丸一、丸二、丸三のセットで、えー、出来上がっているのは自然権思想と呼ばれるもので、丸一。人間は生まれながらにして、自由かつ平等、えー、生来の権利、自然権を持っているんだ。誰もが生まれながらに、自然権と呼ばれる権利を持っている。 自然権の中身が当時は生命自由財産でしたライフ・リバティ・プロパティというものがあいわば自然権誰もが持ってる本質的な権利なんだでその誰も持ってる自然権という本質的な権利を守るためにまるにその自然権を確実なものとするために相互に社会契約を結んで政府に権力の行使を委任したんだ契約によって政府を作り上げるという意味でまあ社会契約説なんて呼ばれるものなんですけどね契約による政府。 人々がお互い契約をしてその自然権を守るために政府を作り上げましたという考え方これが契約による政府そして丸さんその契約によって作り上げた政府が、うん、権力を恣意的に行使して人民の権利を不当に制限してしまう本来、えー、自然権を守るために作った契約による政府だったのにそれが役割を果たさない時には人民や政府に抵抗する権利を有するんだ抵抗権というもの。 が最後の締めになりますですから自然権契約による政府抵抗権この3つのキーワードで覚えてくださいこれは A ランクでとても重要です誰もが生まれながらに自然権を持ってるそしてそれを守るために契約によって政府を作ったそしてそれを政府がそれに従わない時には抵抗権を行使してその政府をひっくり返すことができる政府を入れ替えることができるんだというこの自然権思想 というものがジョンロックなどによって生まれたんですね。で、このロックによって生まれた自然権思想、これはイギリスでまあ1609年だとか、まあそのロックの自然権思想というのは17世紀にこう生まれたものではあるんですね。 でそのロックの1689年が権利焦点ですからその前その前後ぐらいですよねその1689年だとか1690年だとかにロッその誰もが生まれに自然権を持ってて人々は契約によって政府を作ったんだでそれがその政府がとんでもないことをやらかした時には人々が抵抗権を使って政府を入れ替えることができるんだというこの自然権思想がイギリスで 17世紀に生まれたんですが当時イギリスでは、まあ、あまり見向きもされなかったようです。いや国を人々は契約で作ったなんとありないでうょうイギリスの国というのはもともと戦争が強い人たちがいて王様がいて人々を統治してそうやってグレートブリデンの国は作られてたイングランドの国は作られてたスコットランドの国は作られてたんじゃないのな人々は契約によって政府を作ったなんて国を作ったのがとんでもないな事実に反するというので。 えーまあまり評価されなかったようですところがそのほぼ100年後アメリカ合衆国という国国がが出来上がりますそのアメリカ合衆国を作るときにまさに人々はこのロックの自然権思想これを使って国を作ったんですね。なものですからアメリカ独立宣言1776年の独立宣言それが16ページにちょっとだけ入れてありますちょっと見てください16ページに飛んでください。16ページ にフランス人権宣言とそれからアメリカ独立宣言入れてありますそのアメリカ独立宣言1776年の独立宣言です我らは次の事柄を自明の真理であると信ずるすべての人は平等に作られ動物種によって一定の奪うことのできない権利を与えられその中には生命自由幸福追求が含まれるこれがまず自然権の保障ですですですからまずはこの最初の2行で自然権の保障を言うわけですね。 ロックは「生命獣財産」「ライフ・リバティ・プロパティ」という3つを挙げてたんですがその財産が幸福追求という言葉に入れ替わりますもうお分かりだと思いますがこの「生命獣幸福追求」が今の今度は太平洋を渡って日本国憲法の13条にそのまま引き継がれてるぞということなんですね。ですから1689年あたりにイギリスで生まれた自然権の発想それが大西を渡ってアメリカ独立宣言。 に引き継がれ、それが太平洋を渡って日本国憲法十三条の条文に引き継がれているという流れになります。さて独立宣言最初の二行で自然権を保障します。そして三行目、これらの権利を確保するために人々の間に政府が組織され、その権力の正当性は被支者の同意に由来する。これが契約による政府ですよね。三行目が契約による政府、権利を確保するために人々の間に政府があ組織されていくんだと。 でそののの権力の正当性は非知者の同意に由来していくこれは契約による政府の発想が3行目に現れてていいると言っていいわけですそしてさらに4行目いかなる統治形態といえどもこれらの目的を損なうものとなるときは人民はそれを開拝し彼らの安全と幸福をもたらすと認められる諸原理と諸権限の編成に基づいて新たな政府を組織する権利を有するこれが抵抗権ということになります。 まさにこの自然権思想がアメリカ独立宣言の冒頭に示されてますねということなんですね。でこれはアメリカ独立宣言ですその上フランス人権宣言を見てくださいフランス人権宣言がその後1789年にこう出るんですが一るこれがまず自然権思想と言い換えてもいいかもしれません。誰もが自由平等 として生まれてるんだ生まれながらに自由かつ平等だ自然権思想そして2条あらゆる政治的結合の目的はあります政治的結合の目的は人の自己によって消滅すること的ない自然的な諸権利の保全にあるというわけですねまさにこの自然権を守るために政府を作った政治的には結合したんだこれは契約による政府と言い換えてもいいものが2条に出てきます。 そしてその2条の後半その所権利とは自由所有安全および圧政の抵抗である抵抗権が明文でしっかり入っているからフランス人権宣言ということになります。ですからフランス人権宣言もやはりこの6の自然権思想それを条文の形にして具体化したぞ。ただ国家としてこの6の自然権思想を いわば実現したのが世界で初めてアメリカ合衆国という国だったぞそれがアメリカ独立宣言ということになります三ページに戻ってこの六の自然権思想の発想この三密体と言ってもいい自然権契約の政府抵抗権この三つがセットになって自然権思想が出来上がっているこれは A ランク近代国家の憲法もちろん日本国憲法もこれに乗っかっています えー、ドイツ、フランス、イギリス、アメリカ、あらゆる近代国家の憲法はまさにこのロックの自然権思想を出発点としているんだという意味で A ラングでとても重要なことになります。ちょっと時間過ぎました。少し休みを取ります。5分ほど休みを取ります。えそれでは来ました憲法2回目講義始めます。 さてロックの自然権思想これはとても大切です近代国家の憲法日本だけではありませんアメリカドイツイギリスフランスそういった近代国家の憲法の出発点となった考え方発想なんですね誰もが生まれながらに自然権を持っているはずだその自然権を守るためにお互いが契約をし契約によって政府を作りその作った政府に権力の行使を委託する そしてその政府が人々の権利を守る仕事をちゃんとしないときには抵抗権これを行使して政府を入れ替えることができるぞというこのックの自然権思想自然権契約による政府抵抗権この3つ、まあ、3密体というかなこの3つが一体となってックの自然権思想が出来上がっているそれを具体化したものまあ6区はイギリスで生まれた思想家で1 6 0 まあその90年あたりのところでこの政府二論というまあ論文を発表するんですねそれでまあこの6の宣言思想が発表されたんですが。 国が契約を作り上げるとそれはおかしな話だそうじゃないでしょうということであまり見向きもされてなかったものがイギリスからアメリリカが独立しますイギリスの植民地だったアメリカで様々な経済活動をしてた人たちそこで裕福な生活をしてた人たちがイギリスからのイギリスの議会が作った法律による高い税金をかけられる。 代表を送り込んでないにもかかわらず税金だけなんか取られちゃってやっぱりそれはおかしいじゃないかとまあいろんな不満が講じてアメリリカがイギリスから独立すすることになりますその独立するときに独立戦争戦うわけなんですが独立戦争で勝った後独立宣言というものを出しますがその独立宣言そのものがそれがまさにこのロックの自然権思想それを言葉にしたもの だったんですねですからアメリカ合衆国の建国というのはまさにロックの自然権思想を具現化した世界で初めての国だぞということになるわけですでテキストの3ページのところでロのクの自然権思想の丸 ① もう一回ね繰り返しになるんですが自然権のところです生命中財産えまあ、当初はプロパティえ財産というふうにも訳したりしますがそれを持っている ということですがこの「プロパティで」まあプロパ各人に固有なものというふうに言ってもいいかもしれません誰もがこの生命自由財産という固有な価値を持ってるんだでこの生命自由財産ライフ・リバティ・プロパティこれが独立宣言の中では「パース・ルート・バハッピネス幸福・追求の権利」というふうに言葉が変わりそれが日本国憲法13条に引き継がれてきたよということは先ほどお話をした通りですでこういういのの自然権を守るために2のところですが。が が社会契約を結びます。市民同士が人々がお互いに契約を結んで国家を作り、その作った国家にやば権力行使を委任するということをやったわけなんですね。でこれをま契約による政府と言っていきます。まさに西洋の国は契約というものがあらゆる法の基本にあるんですね。 というもともとやはりこれキリスト教社会だったりするものですから神との契約というのは極めて重要な意味を持っていました神との契約という契約という概念はもともと縦の神と人々の間の契約だったはずなんですねそれを横の人々同士の関係これも契約に置き換えたわけです でこの人々の間の横の関係である契約によって政府を作る。当然そこでは契約は守らなければならないという考え方が大前提にあります。人々は契約を守らなくちゃいけない。それは神契約ってはもともと神と交わしたんだからさ絶対守らなくちゃいけないよね。それが横の人々の関係になってもしっかり契約は守らなければいけない。これが西洋の国々の基本的な発想なんですね。で、まあ、日本ももちろん。 民法で契約勉強をするわけじゃないですかで、それはとても重要なことなんですがなかなか日本ではその契約の拘束力だとか契約の意味というものがまだまだ根付いてないところがあったりします、えー、またこれ皆さんが弁護士になった時なんかに、ね、いろいろと現場行って考えたりすることあるかなと思うんですが契約書を作るその契約書の最後のところに日本の契約書の場合にはこの契約書によって明らかにならない何かね、えー この契約によっても解決できない紛争があった時には相互に誠実に協議して取り決めるだとか、ね、誠実に協議の上解決をするなんていう条項を最後に入れることが結構あるんですね。うん、要するにこの契約の中身で触れてないことについてはその都度誠実に協議をして新たに取り決めるだとか誠実に協議して対処するみたいな項目を契約書の最後にこう入れてで契約書そのものは割と簡潔。 例えば皆さんがアパートやマンションを借りたりする時の賃貸借契約という契約を結んでる人も多いかなと思いますが割とペラ1枚だったりすることが多いです契約書そのものはねで極めて簡単な契約書だったりするわけですで最後の方に何かトラブルがあった時には誠実に協議して対応するみたいなことがこう書かれています。 でアメリカ、まあ、外国との契約でそういう契約書を作ったりして、まあ、そんな条項を入れたりすると日本の社長さんはそういう条項を必ず入れてほしいと言ってくるんですがそれをアメリカの相手の会社に見せたりするとこれなんだとこの意味のない条項は一体何なんだとここに書いてないことっていうのは取り決めがないんだから一切それはあ要するに拘束されないはずだろうと。 もし何か起こった時にどうするということを事前に決めておくのが契約書なんだからあそんなここに書いてないことが起こった時には誠実に協議をしてどうのこうのと誠実に協議できない時のために契約書はあるんじゃないのかだから契約にもっとぴっちりしっかりと書いておくべきだこの誠実協議条項なんていうのはいらないと。 必ず削れれ向こうから言われますでも日本の社長さんはどうしても入れてほしい間に入る弁護士は非常に大変だよなみたいなことはやっぱり文化の違いなんですねですから賃貸借契約書本当にアパートマンションわかります賃貸借契約でももう1センチぐらいの厚さもう細かにびっちりいんなことが書いてあったりするそれが当たり前な西洋の契約だよで契約書に書いてないことは一切拘束されませんからみたいなことがごく当たり前。もののすごく契約とということの重みが あるんですねでそれはいわばもともと契約は神との約束からスタートしたというところがやっぱ歴史的な遠隔ではあるんだろうと思います。ですから皆さんが将来、えーま、弁護士になってアメリカのロースクール留学してアメリカのロースクールでいろいろと、ねえーま、法律を勉強して国際弁護士で活躍したいなんて方大勢いらっしゃるかなと思いますがそんな時には外国との関係で契約という概念の発想や考え方あそこはしっかりと理解しとかないと。 なあ結構トラブルの元になっっちゃったりしますさてその神との契約だったものを横の人々の間の契約に置き換えたのが社会契約説と呼ばれるような契約によって政府を作るんんだってものなんですねでそこで作り上げた契約による政府は本来はその、まあ、人々の契約に従って委託されたわけですからあその約束通り委託された通りそれを守らなくちゃいけないんだけど万が一。 そこで恣意的に権力を行使したりした時にはひっくり返されちゃってもやむをえないよね抵抗権というものは当たり前に認められているでこのロックの自然権思想でアメリカ独立戦争アメリカの独立宣言が出る前のアメリカの独立戦争はまさにこの抵抗権の行使だとも言われます。抵抗権という言葉を変えれば革命権というふうに言う人もいます。それほどラディカルなものでではあるんですが アメリカ独立戦争はロックの抵抗権を行使したそういう戦いだったというふうに言われることもあるものなんですね。日本国憲法はどううなんだろうというと日本国憲法はさてどういう立場を取ってますかねというと日本国憲法はもちろん人権を保障しますですからあ生まれながらの自然権人権が保障されてるということは、まあ、十分言えるかなとは思うんですね。 契約のいる政府のところは果たしてどうなんだろうかそこは、えー、まあ読み方にもよるんですが日本国憲法の前文というのをちょっと見てください前文です日本国憲法の前文前文テキストでは二十三ページに前文をちょっと入れてあります六、えー、本を持っておられる方は六本で日本国憲法の前文前文のところを見てもらえればと思いますで、この憲法の前文 交番号はついてないんですが段落で1個2個3個4個または1段2段と呼ぶ人もいます。えー、それの前文の文第1 なんですねそれの前段冒頭のところ日本国民は政党に占拠された国会における代表者を通じて我らと我らの子孫のために諸国民との共和による成果とワー国に全土によって自由のもたらす邸宅を確保し政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることないようにすることを決意しここに主権が国民に損することを宣言しこの憲法を確定するその次ですそもそも国政は国民の厳粛な信託によるものであって。 国政は国民から託されたものなんだこれ契約による政府の発想がここに表れていると言っていいですそもそもその権威は国民に由来しその権力は国民の代表者はこれを行使権威と権力という言葉がこの全文のここにも登場します でまあ、こんなふうにこの信託されたものだというところから契約による政府の発想が現れていると言っていいですじゃあ抵抗権はどうなんだ日本国憲法で抵抗権を認めた条文定めた条文はあるのかというと明文はありませんですがあ通説解釈によって抵抗権は保障されているというふうに言っていきますで抵抗権についてはこれは憲法の最後の方でやりますから今の段階ではちょっと 気にしなくていいです。なのでテキストもう一回戻ります。三ページのところの、えー、抵抗権の保障と六の自然権思想の自然権契約による政府そして抵抗権の保障とあるその抵抗権の保障の横あたりに三百六十二ページと参照ページをメモっといてください。CFP 三十三百六十二とでもメモしておいてもらえればなと思います。コンファーで参照ページを入れておいてみてください。 ここれは憲法保障とというところで抵抗権についいてては見ていきますでこの憲法上抵抗権というものは保障されてるんだとかテキスト後ろの方に362ページというところがあるんですけどねその362ページのところで抵抗権。えー 後で家で確認しておいていただければと思いますが国家権力が人間の尊厳か重大な不法を行った場合国民自らの権利や自由を守り人間の尊厳を確保するため他に合法的な救済手段が不可能となった時実定法上の義務を拒否する抵抗行為これを抵抗権 言いますよで問いの01なんですが「日本国憲法は抵抗権を認めているのか」という問いですでいろんな説があるのですがここでは B 説を取ろうこれは後でやりますが自然法思想にその根拠を求める実定憲法上の規定の有無に関わりなく保障されている権利だと解釈をするえ一つの考え、まあ、有力な、まあ、通説と言っていいかなと思いますが一つの学説ですですから名文規定はないけれども日本国憲法でも抵抗権は保障されていると解釈されていますよということですというわけで 日本国憲法ももちろん六の自然権思想それを採用しているというふうに理解をしてください。 さて3ページその長い矢印縦の矢印の下に中世法唯の法有意の思想が近代的な憲法へと発展してきたこうあります矢印貴族の特権まあ身分の特権ですねそれを守るんじゃなくて広く国民の権利自由の保障を目的にしているこの国民の権利中典自由の保障というのは個人の人権と言い換えていいですですから身分の特権から個人の人権へとこう変わってったよってことなんですね。でその 国民の権利自由すなわち個人の人権の保障を目的としそれを実現する手段として統治の基本原則を内容とするそういう憲法だとそれは立憲的意味の憲法だということになります。ということでこの「ロックの自然権思想」という言葉 でそれがフランス人権宣言アメリカ特にアメリカ独立宣言に表れてるということは覚えておきましょうで日本国憲法もこのロックの自然権思想を採用しているそういう立憲的意味の憲法なんだということが言えるよというわけです。さて「契約による政府社会契約説」などとも呼んでいくんですがジョン・ロックというイギリスの思想家がこれを言っているんですが実はこのロックよりも前にトマス・ホブスという思想家によっても主張されていた というのがそのアスタリスクホッブスとロックの社会契約説というところですただこれは b スで、えー、何か覚えておかなければいけないという話ではありませんですからちょっと場合によっては分かりにくいなと思ったらパス無視してしまっても構わないところかなと思います社会契約説はロックよりも前にホッブスによっても主張されてたホッブスっていうのは1588年から1679年 までの人なんですねですから1588年から1679年ということですからロックの「市民政府論」が1690年ですからまあロックよりも前にホッブズという人が、まあ、この社会契約という考え方をまあ提唱したということは紹介されています。でどういういものか3行目ホッブズは まあこロックと同じ社会契約説というんだけど全く違うようということです。本物は人間を欲求を追求し苦痛を免れることによって自己保存を図っていく利己的な存在と捉える。 この各人の人自己保存の自然権の行使が自然状態では自然的に相互に衝突をする要するに利己的で自分を守りたいということですから相手を倒しても自分を守りたいということになりますから相互に衝突相争わざるを得なくなってしまうこれが自然状態だとしたんですね人間というのは誰もが自己保存の欲求があるわけですから自分を守りたいがゆえに相手を倒して自分が例えば食料を奪うなんてことから始まって富を奪いたい、まあ、そういう戦いになっちゃう。 なものですからその次の括弧の中マークしましょう万人の万人に対する闘争ね、こんな言い方があ有名な一つの表現です万人の万人に対する闘争状態これが自然状態だ人間はほっといたらみんなああね、お互い相手のものを奪い合ったりするそういう戦いになっちゃうんだ とこう言ったんですねそこで人々はそんな戦いだったらもう相打ちになってお互い潰れちゃいますからそこで人々は理性の対立たる自然法を見出しそれに従ってその次今岸各自の自然権をに結ぶ自然権もお互いも放棄しようその自然権の行使が相手のものを奪って自分の自己保存なんてことになっちゃうから、まあ、お互い自然権を放棄しましょうという社会契約を結びます。 でその社会契約の遵守を保障する国家を設立するんだということです、えー、人々がまあに自然権を放棄させるんですがところが中には放棄しない輩がいたりしますルールを破る人がいたりするわけですそのルール破りに対して制裁を加えるために権力を行使する国家が必要なんだと説いたんですねんですからその国家の役割はまさにルール破りに対して制裁を加える 権力を行使し自然権を放棄させ放棄してね社会契約を結んだんだけれども、まあ、自分の自然権要するに自己保存のために何か相手をた叩いたり、まあ、悪いことをやったり奪ったりする人が出てきるだろうそういうルール破りに対しては国家が権力を行使して制裁を加えるそういう制裁を加える国家としては強い国家でなければならないということになります。でその次 これは王権による強い国家権力を擁護するものこれをマークしておきましょう強い国家権力を擁護するそういうまあ社会契約の考え方だったというわけなんですね。でこれに対してロックは個人個人が生命重財産といった固有権自然権を持っている。 そこでその自然法を執行する権力ももともと持っているんだけども自然状態の中で人々は完全に自由であるはずなんだけどあるもののさまざまな不都合がやっぱり生じ得るだろう。まあ、人間ですからどうしてもそこでは自然権を誤って解釈したり愛情だとか憎しみだとかさまざまな人間の感情に基づいて やっぱり不公平が生じたりだとか復讐心が生まれちゃったりだとか人間は不完全なものですからねですからもともと自然状態で誰もが生命自由財産を持ってるんだよねとはいうもののなかなかそれを自分一人で守りきれなかったりしますそこでその救済策として市民政府を合意によって作り上げるということをしたんですねお互いに契約をし政府を作り上げる でそこでその政府はその次ですここにおいて国家権力言いかれば政府の権力はあくまでも市民が作りそして市民に奉仕するものここもマークしましょう国家権力はあくまでも市民が作り市民に奉仕するものというところ重要です市民の自然権を守るために権力を国家に委ねたということをしたよということなんですね ですから人員的に作り上げた国家権力そこに自然権の守るための自然法の執行権を委ねたイメージですこの意味ホッブズは人間が他者他人に対して常に争う姿勢を有しているという考え方を出発点としたのに対してロックは個々人が生まれながらに持っているプロパティ自然権があるんだその考えを出発点としてその自然権を守るために国家をあくまでも契約によって作ったんだぞという発想です その下がパーポの6番のところ、まあ、同じことの繰り返しであるんですが個人はもともと自然権とともに自然法の執行権というものを持っていたはずなんだここのの自然法はこの後ままたやります個人個人が勝手にその自然法を執行すると不都合が生じる。 えー、いろいろね解釈間違っちゃったりだたとか感情で動かされちゃったりするだろうそこで各人が相互の契約によって自然法執行する権力を一つにしましょうと各人が自然法の執行権を持ってるとうまくいかないからそこで国家を契約によって作り上げて自然法の執行権を国家に預けるまあ委託するというかね信託するということをやるんだというわけなんですね。 でこれが契約による政府だよ、ということになります。でこの前の国家は、伝統や文化から切り離された、人為的に作り上げられた権力の主体としての国家なんだ、というわけです。まあ、これがパワーポイントの三番、前のページのパワーポイント。三番の国家のところで、あくまで人為的に作り上げられた権力主体だよということを、えーね、先ほどもちょっと吹き出し、追加をした。 体験マサルに示したものを示したかなと思いますがまあ、これが6の自然権しそうだということですこれ特に覚える必要もありませんこのパープン6番のところも、えー、特に何か覚えとかなければいけないというものではないですただトマス・ホーブスの考え方は人々をほっといたらみんな喧嘩したり戦争したりしちゃうだからあそこで強い国家権力がそれを抑え込む そのために国家というものが必要なんだただその国家権力というのはものすごい強い力を持っているから時に化け物のようにその権力を行使してリヴァイアさんなんて言ね言葉が「旧約聖書」の中に出てくる怪物なんですけどねそれになぞらえて国家を位置づけたりしたのがホッブスの考え方だったんですね。それに対してロックは誰もが生まれながらに自然権を持っているそれを守るためにお互い契約をしそして政府を作りそこに あくまでも一人一人の自由自然権を守るためにこそ国家はあるということですその一人一人がとんでもないを動か発から権力によって制裁を加える力によって制裁を加えるために国家が必要なんだだから強い国家が必要だというのとはちょっと違う。うん、人々が契約によって で自然権をまあその契約によって政府を作って自然権を守るや守らせる一人との自然権を守るために国家はあるんだだからまあそういう意味では強い権力。 を国家に与えるというよりはその自然権を守るために必要最小限の国家権力でいいからとい消極国家の発想にもつながっていくということではありますさて本物の方はまちょっと置いておいてロックの自然権思想はそういう意味でとても大切私たちの憲法の基本となっているのがこの6区の自然権思想の発想だぞということですさて話変わります4ページのところ行って立憲的憲法の形式と性質とあるところですが まずは立憲的憲法というのは成文憲法の形を取ることが多いです成文要するに条文の形になっているのが普通ですよなんで理由の ① 国家の根本的な制度について定めたものは定めは文書化しておくべきなんじゃないの成文法は監修法に勝るという近代的な合理主義に基づいてますよということです契約書という書面の形にする それが望ましい、まあ同じことなんですが丸に社会契約説の帰結なんだ契約なんだから契約書の形にして書面の形にしておくのがいいんじゃないの文章の形にのは望ましいよね特に英米法の世界では文字に書いてない契約は無効意味がないという基本的な原則があります。だから必ず文字に書き起こしとかないととダメだよというのが英米法の契約法の基本なんですね。んなものですが先ほど言ったように 本当にアパート借りるだけでも、えー、もう分厚い契約書になっちゃってたりするよというのは文字に書き起こしておかないと契約として意味がないという基本的な発想がありますなので、まあ、社会契約人々は契約したんだからその契約を憲法という形、まあ、ある意味では契約書みたいな形にしておくということが必要なんじゃないか、まあ、そんなこともあったりして成のの形を取るのが通常だねだからもう一つは公正憲法の形を取るのが通常ですよというわけです。公正憲法の意味は 前に体系マスターでもちょっとやりました次のページえ、5ページの縦2のところに南西憲法公正憲法という分類が出てあります南西憲法は改正が単純多数決で成立通常の立法と同様に改正ができちゃうこれは南西憲法柔らかい憲法公正憲法 憲法改正が通常の立法にも難しい特別多数であることが多いですが3分の2とか5分の3とかまたそれに加えて国民投票を要求し普通の法律改正よりも厳しい、えー、難しい手続きが必要だこれが公正憲法とということになりますで立憲的に意味の憲法は公正憲法であるのは普通ですよ前のページ括弧 B のところに戻りますが理由憲法によって作られた権力である立法権は根本を断る憲法を改正することはできないはずだそれは国民のみが許されることだろう。 立法法権はは憲法に拘束されるはずだしたがって憲法改正は特別の手続きになにやらなければならないんだとああ憲法の方が改正されにくい形にしとかないと立法権によって簡単に憲法改正がなされちゃったら憲法によって認められた権力である立法権が自分の生みの親である憲法を簡単に変えられてしまうとそうおかしな話だねということでもあります。ああ要するに国会が 法律を作る手続きと同じように憲法改正ができてしまうということになっちゃったら国会は憲法によって立法権というものが認められている憲法によって権限行使を認められた国会が法律を作る手続きと同じ手続きで自分の生みの親であるところの憲法を簡単に変えられてしまうということになったらあそれはおかしいと。 それは立法権が憲法に拘束されるはずなんだからまあそんな発想がありますまあこの辺はまた憲法改正と少しお話をします公正憲法というの,のの意味があるんだということとても重要なところではあるんですけどねまあそんなことで多くの立憲的意味の憲法は公正憲法法律改正と同じような手続きで国会議会が勝手に憲法改正できるわけじゃないぞというのが基本ですよというわけですただしこれ重要です知識として覚えておきましょうイギリスは成分憲法というのは存在しない まあ、そういう意味では形式的には南西憲法なんだこれは B+ プラスで覚えておいてください担当の知識識としては常識レベルで重要なところですイギリスはは分憲法というのは存在しませんですから形式的にの憲法はないけれども実質的にの憲法それが人身保護法だとか国会法だとか権利焦点マグナカルタいろんな実質的にの憲法がイギリスにはありますよということなんですね。 でえー、そういう意味では不文憲法の国だしまた南西憲法の国がイギリスちょっと変わっています憲法と名前がついた法は存在しないだイギリスだぞということです。 とということでその分類区別のところも先ほど言いました A ランクで二丸三と3つの分類が大切だねだから一見的にの憲法一番下の四角これも特にもう繰り返しですからいいです国家統治の本質は権力の行使にあるでそれは乱用の恐れがある権権力力すするる絶絶対的権力は絶対的に腐敗するこれは19世紀の歴史家イギリスのアクトン教の有名なな言葉なんですね19世紀歴史家のアクトン教の言葉として「絶対的権力は絶対的に腐敗する」と言われます。 でえー、結果、国民の権利を侵害しちゃうじゃないかそのための歯止めが必要だよねそこで憲法は国家権力を制限し国民の権利を守ることを目的にしたそういう基本の基礎法なんだということになって、まあ、フランス人権宣言権利の保障と権力の分立この2つが重要な2大要素だということになります次のページの分類なんですがまずは成文と不文これもいいですよねイギリス憲法は不文憲法から南西公正の憲法のイメージももういいでしょう。3つ目 金帝憲法民定憲法協約憲法という分類があります君主が主体となって作りましたこれ金帝憲法大日本帝国憲法はこの金帝憲法だと呼ばれます天皇が作った憲法なんですねですから大日本帝国憲法まあここでは明治憲法と言っちゃうことが多いです明治憲法大日本帝国憲法は金帝憲法の一つの典型例と言ってもいいです民定憲法国民によって制定された日本国憲法は民定憲法と言って間違いありません 日本国憲法が民定憲法と国民が作った憲法だあと、ま、で、ね、押し付け憲法なんてことが言われているぞみたいな話は憲法制定の話のところでまたお話をしますがどこで民定憲法ってわかりますかというと憲法の全文なんですねそこにはっきりと書かれています。 えー、六法で憲法の全文確認してもらってもいいですしまた23ページテキスト23ページのとこにちょっと大きな字で全文ありますからね見て頂ければ分かるんですがそれの第一項の、えー、第1 前段、まあ、第一段落ということなんですが日本国民はでで始まりまりすすこれが主語なんですねで一文が長いんですよ「日本国民は」から始まって、まあ、一息で読みきれないように政党に選挙された国会における代表者を通じて行動しえ述語がいろいろ並んでるんですが「日本国民は」から始まったあその文の、えー、ワンセンテンスの一番最後の述語は「この憲法を確定する」なんですね第一文。 この憲法を確定する日本国民はこの憲法を確定するということを明確に言っているわけです確定というのは制定するをより強く言うときに確定するということも使いますですから日本国民が制定したんですよということが全文の冒頭第一文にこのように表れてますねということで民定憲法であることは明らかということになります でもう1つが、協約憲法なんてあるんですね、まあ、あんまりないんですが、君主と国民の合意によって制定されるものだということで、1830年のフランス憲法がそれだなんて言われるとあまりありません、1830年フランス憲法、別に覚える人は全くないですが、協約憲法という国民と君主の合意で作る憲法もあるよう、禁定憲法が大日本帝国憲法、民間憲法は日本国憲法これはもう常識レベルでちょっと知っておきましょうというところです。 さてこんな分類のところは B ランクでこの3つの分類は意味が分かればオッケーです次、えー、6ページに行きます憲法の特質というところなんですがこれはもう体系マスターで既にお話をしているところです、えー、立憲的意味の憲法の特別な性質特質として3つあるんだ自由の基礎法であること制限規範であること 最高法規であることこの三つがこの順序で重要です自由の基礎法であるそのためには制限規範でありそのためには最高法規でなければならないぞというね、自由の基礎法、制限規範、最高法規というこの流れでしっかりとこの三つが重要な特質なんだってことは A ランクで重要でしたもう大抵まされあったところですから覚えているかなと思いますがざっと確認ですまず最初に自由の基礎法というところですが 自由は立憲主義の根本的な目的であり価値であるこの一業をークしておきましょうまさに自由というものに価値を置くそれがあ立憲主義の基本的な考え方発想だぞということなんですねですから立憲主義という言葉は時に自由主義という言葉に置き換えてもほとんど意味が通じちゃうのはあこのような根本的な目的だからこそなんですね 立憲主義という言葉を時には「自由主義」に置き換えても大概の文章は意味が通じ合ったりするよということを前にもちょっとお話をしましたよね。さてこのような「由の観念は自然権の必要に基づくこの自然権を実定化した人権規定が憲法の中核を構成する根本規範人権こそが根本規範だとこの根本規範を支える革新的な価値が人間の人格不可侵の原則個人の尊重個人の尊厳と呼ばれる基本原理ですよということです。 でえーまあ、これはね個人の尊重いですよねえ憲法は通常立法権司法権行政権憲法改正手続きなどの規定が設けられるこれら国家権力の組織を定める規範組織規範や、まあ、それぞれの機関に国家採用を受験する受験規範というものも近代憲法に不可欠なものと言えるしかしこれらはより基本的な規範である人権規範に奉仕するもの、えー、この うん、最後の行のね太字人権規範に奉仕するものここはマークして A ランクです、えー、その上に括弧の中にあった太字組織規範・受験規範という条文もあります憲法の条文の中では国会内閣裁判所なんてね、えー、第4章以下のところの条文はこの組織規範や受験規範だったりするわけです。 でそれら第三章以外は組織規範受験規範なんだけれどもとても大切なんだけれども人権の条文人権規範に奉仕するもの規範というのはここでは条文と置き換えて構いません組織に関する条文、えー、受験をする条文権限を授けるそういう、まあ、条文ルールですよねそれは人権の条文に奉仕するものなんだというわけです。えー、その下のののの下三角の図を見てください個個人人尊尊厳個人の尊重が革新的な価値で その下に人権規範と統治機構の条文がありますその下に目的手段とありますよねこの目的手段人権統治が目的手段の関係にあるこれをもう一度確認で A ランクでとても重要です統治機構の組織規範や受験規範は人権規範に奉仕するそのためのものなんだという意味で目的手段というところをマークしておいてください でこの目的手段というときに奉仕するという矢印、まあ、サービスするとかつ、ね、それに使えるということですよね要するに人権のために統治機構はあるぞ人権を守るために国会内閣裁判所という組織はあるんだということを言っているわけですあくまでも人々の人権を守ることが目的そのために国会内閣裁判所という統治の仕組み国の組織は存在するんだという目的手段の関係性 これがまず憲法の出発点としてとても大切な A ランクの関係性になります。まずこれはいいよね武井正もやった通りだからじゃあその目的手段の関係にあるということは目的のに関する条文簡単で言えば第三章の人権の条文です。それから統治機構の条文 ね、これは41条の、ね、国会の条文だとか65条の内閣の条文だとかさまざまな統治の条文がいいろろありますその時に目的手段の関係にあるといった時にどちらの方が、えー、なんていうかなこの価値が上と考えますちょっと変な言い方なんだけどね条文があったとした時に例えば13条だとか21条これ表現の自由の条文なんですが人権の条文があります。 国会のの条条条条条文文文ががあありますだととかね内閣りえす人権の条文と国会内閣裁判所統治機構に関する条文とそのどちらの条文の方がより重要な条文かより価値のある重要な条文か条文の重要性においてどっちの条文の方がより重要だと思います まあもちろん試験との関係はそうじゃなくてね人権の条文の持つ意味として人権の条文憲法の持つ条文の意味として人権の条文と統治法に関する条文とどちらの条文がより重要な条文でより価値のある条文というふうに見るんだろうかといった時にもう目的と手段の関係性にあると言いました目的と手段といった時にはどちらが重要目的手段目的のための手段ですよね 場合によっては目的に対して手段はいくつか選択ができる目的と手段どっちが重要と言われたらやっぱり目的が重要だと普通考えるじゃないですかとなると人権の条文と統治の条文で考えたときにやっぱり人権の条文の方が重要だし価値があるということが前提に実はなっているだから目的手段という関係性が言えるぞということになります人権の条文と統治の条文では、ね、人権統治は目的手段なんていうことはもう お話をしていますがなんで目的手段と言えるんですかっていうことですなぜ人権と統治が目的手段の関係なんて言えるんですかそれは人権の条文の方がより重要という価値基準に基づいているからそういう考え方そういう価値観でここは見てるからです人権と統治人権の条文と統治の条文では人権の条文の方がより重要と言いかれば人権の規範と統治機構には価値の序列がある ということを言っていますこの奉仕するというところの下に価値序列ありとでもメモを入れておいてください目的手段の関係言えるってことは人権の条文の方がより価値がある条文だ統治の条文はそれにややお、まあ、劣るっていうかな人権の条文に比べればちょっと劣る価値の序列がある。 条文には価値の序列があるってことを認める考え方に基づいているということです。憲法の条文は1条から始まって実際に使うのは99条までなんだけどね、えー、まあその後おこと計画規定ってありますが実際使われるのは1条から99条までですよ。そうす1条から99条までの条文には重要度において序列があるんだ価値の序列があるんだってことなんです。ざっくり言うと人権の条文の方が価値が上そして統治の条文はいやいやそれよりも下というね価値の序列がある。 憲法の条文に価値の序列があるんだという考え方をとっているということですでそのような考え方のことを自然法論と呼んでいきます飛びます、えー、っと9ページに飛んでください9ページのところに括弧の2自然法論とありますよ、ね、でそこの話の下に括弧真ん中たり9ページの真ん中あたりね憲法の価値序列というのを見つけてください。 でその一行です自然法論に立つと憲法の条文には価値の序列があるということが言えるこの一行をマークしておきましょう憲法の条文には価値序列があるんだこの考え方を自然法論と呼んでいくんですで ねえその場合に価値の序列とは言うんだけどね1条から99条まで1番から99番までの序列そんな細かなことを言ってんじゃないです極めてざっくりとして3段階の価値序列があるぞという考えなんですねすなわち条文は一個人の尊重という根本的な価値観に基づいての規定これ13条ですよねそれが一番上だ次に二それを直接具体化する人権の規定人権の条文だそれから3つ目その人権を全うする手段としての統治機構の規定 というわけで13条個人の尊重それから人権規定そして統治機構の規定少なくとも3段階の価値の序列はあるぞという憲法の条文に価値序列をつけて見て見いこうという考え方ですでこういうね分類順位付けができるこのような憲法規範を1つの価値序列と捉えるこの憲法規範を1つの価値序列これもうマークしておきましょう同じ頃なんだけどね憲法の条文は価値の序列なんだ価値序列と捉える。 で個人の自由の尊重とそれに基づく人権体系や憲法の根本規範とする発想を取るべきだと私たちはその考え方を取るよということなんですがこの自然法論という考え方憲法の条文には価値序列があるんだという考え方を私たちは取りますということなんですがこれはどういうことだろうか。 うとあそ,れそれに対してねこれからちょっと対比してみるんですね。自然法論と対になる言葉が前のページの下8ページの下縦4「価値序列としての憲法」という項目で法法実実証証主義という言葉が登場します法実証主義法実証主義とは実定法以外に法は存在しないという考え方。 で19世紀ドイツではこうした考えが中心だった19世紀ドイツの法の考え方なんです実定法以外に法は存在しない考え方です実定法という言葉登場しました法学入門にもちょろっとやりましたが一定の時代一定の社会において行われている法実効性を持つ現実に使われている法のことを実定法と呼んでいきます成分不分不は問いませんイギリス憲法は今のイギリスの実定法日本国憲法も 今の日本の実定法この実定法という言葉今実際使われている法のことを実定法と言いますそれに対して実定法の対になる言葉が自然法という言葉なんですね実定法の対になる言葉が自然法ということになりますで、それはどういうものかというとかなちょっと言葉としてね、実定法の対になるのが自然法 でこれと今度申し訳ないのが実体法の対は訴訟法とか手続法ですからね実体法に対して訴訟法例えば民法や刑法という実体法に対して民事訴訟法刑事訴訟法という訴訟法実体法と訴訟法それに対して実定法と自然法このね対になる言葉は全く別物ですからしっかり区別してください。 もちろん実態法である民法や刑法と訴訟法である民訴訟法刑訴訟法全てひっくるめて今日本で使われている法律ですから当然それは実定法とということになります今のこの国で実際に使われている法を全てまとめて実定法と呼ぶようその実定法と。は別に 実定法法の上にもう一つ法があるんだそれが自然法というナチュラル・ロー自然法というものがあるんだということを考えます9ページの上確固に自然法論というところの4行目を見てください実定法としての憲法が存在する以前から実定法を超える法として自然法というものの存在を観念する自然法という法があるはずだと考える考え方を自然法論と呼んでいきます 実際に使われている今の憲法例えば日本国憲法明治時代ならば大日本帝国憲法という憲法が実定法と存在しますその実定法とある憲法なんかが存在する作られる前からナチュラル・ローズ自然法というものがあるんだと考えようという一つの考え方です。自然法を見せててみろと言われても 見せせられませんそういうものがあると考えましょうといういわば観念の世界なんですね自然法というものがあるとして考えていきましょうよ実定法とは別に自然法というものがあるということにして考えていきましょうというそういうま考え方それが自然法論というものだと思ってくださいそれそれに対していや実定法以外に法なんかない自然法なんかあるわけないだろうそれが法実証主義という考え方です。 ですから19世紀のドイツでは法実証主義実定法以外に法なんか存在しない、うん、もちろん自然法なんては存在しない今ある法だけが全てだと考えて今ある実定法の他に何か自然法みたいなものを観念する必要は全くないそんなものはいらない無視していいんだと今ある実定法の条文それだけが法なんだからというのが法実証主義という考え方だよということなんですね。 2つの法実証主義の考え方に対して自然法というものを観念する自然法論という考え方とこう対比をします。で私たちは自然法論という考え方に立ったらいいんじゃないということなんですがこの自然法って今ね実際の日本国憲法という実定法などが存在する前からあるはずの自然法というのがあるんだよねと考えようということなんですがじゃあその自然法の中身は何なんだ 何をもって自然法というふうに言うんだ。自然法の中身はなんだというと、９ページの一番上、自然法論とはというところで丸１丸２とこう書いてきました。丸１、人間は生まれながらにして自由かつ平等で、生来の権利（括弧自然権）を有しているそれからまず丸１です。生来の権利誰もが自然権を持っているんだ。 これは国民の自然権ちょっとの線でも引っ張って欄外に生来の権利改革を自然権を有しというところをちょっとマークしてもらってそれを線で引っ張って国民の自然権とメモを入れておきましょう国民の自然権一人一人の国民の自然権を、えー、まず自然法が保障する、えー、国民の自然権 そして丸2「その自然権を確実なものとするために相互に社会契約を結び政府に権力行使を委任した」あります。でこの自然権を確実なものとするために,、ね、ために相互に社会契約を結び先ほど出てきたロックの「自然権思想」そのものですよね社会契約説の発想がそこに書いてあります。社会契約をを結び政府に権力の行使を委任したこれは人々が 契約をしてそして政府を作ったそれは社会契約説でしたよね人々が契約して政府を作りそこに権力をまあ委任したというのが社会契約の発想でしたその時に人々が契約をしたある意味ではその契約書が憲法と言ってもいいですですからこの自然権を確認するものとするために契約による政府を作って国家に政府に権力行使を委任したそれを うん、いわば明確にしたのが憲法ということになりますですから何を言っているかというとこの自然権を確実なものとする人々が社会契約を結んでそして人々が憲法を作ったということなんですなのでこの丸二のところ特にこの社会契約結び政府に権力交渉を委任というところをマークしてもらってでそこに線でも引っ張って国民の政権権とメモを入れてください政権権というのは憲法制定のせい制度のせい それから憲法の権あとは権利の権で政権権権という言葉憲法制定権のことです国民の憲法制定権略して国民の政権権などと呼うんですが国民一人一人が自分たちの自然権を確実なものとするために国民が契約によって政府を作り、えーね、契約をし政府を作りその政府に権力行使を委任した。それを憲法によって 明らかにしたわけですですから国民が憲法を作ることによってその社会契約を結んだと言ってもいいですなので今線引っ張ってもらって国民の政権権とメモを入れてもらいました国民が憲法を作ったんだよ国民が契約によって政府を作りそれを明らかに明確にするために憲法を作ったんだぞということなんですねこの2つまさに自然法の中身は国民の自然権と国民の政権権もっと言えば国民には自然権があるんだ 国民には政権権があるんだ。これが自然法という法の中身なんだと考えるんです。この二つ、これが自然法の内容というふうに理解してください。国民の政権、え国民の自然権と国民の政権権、この二つが。自然法の内容だということなんですね。で、この自然法の内容として。二つ、国民には自然権がある。 国民には政権権があるんだこれが憲法を作る前から自然法という世界にそういうルールがあったんだその国民が憲法を作るんだよその政権権が発動されて憲法が出来上がりましたと。 それが今の私たちの日本国憲法など実定憲法ですよって話なんですね。まあ、この辺はままたちょっと後でもう一度やりますなので自然法論という考え方は2つの中身を持っているその自然法の中身って何そしてその自然法というものは実定法を超える実定法の上にその自然法というものがあるんだということを考えていくって考え方なんですね。 もう一度戻って前のページの法実証主義のところで実定法以外に法は存在しないいうことなんですがこの法実証主義の考え方に立ったらちょっと欄外にメモっといてもらえればと思うんですが憲法の価値序列は考えない憲法の価値序列はないというのが法実証主義の発想です憲法の、えー、まあ価値序列はないどうしてなんだろう 法実証主義の立場に立ったら憲法の条文に価値序列などはつけられない実定法以外に法は存在しないというのが法実証主義ですでこの考え方に立ったら憲法の価値序列はないということになります。 ですから仮に1条2条3条条、ね、憲法の条文がありますその憲法の条文はどれも等しい価値であって憲法の条文に価値の序列などはつけられないというのは法実証主義の考え方なんですね。なんででしょうなぜ法実証主義だと憲法の条文に価値序列をつけられないだろうか。まあなんでってほとんどないかもしれないけどね憲法の条文に価値の序列をつけるということはその序列をつけるためのルールが必要になるんです。 例えば私と誰か別の人がね2人立ってる、えー、2人立っててどっちが上ですかとこう言われたときに、えー、どっちが上で家事の序列をつけてごらんと言われても私と隣に立ってる人と2人の家事の序列をつけろと言われても何を基準に家事の序列,つけ序列をつけたらいいのかが決められてなければ序列なんかつけようがない例えば背の高さの序列ですか体重の序列ですか年齢の序列なんですか。 何で二つの価値の序列をつけるのかのルールが決まってないと序列はつけられないんですそこはいいかな価値の序列ということはどっちが上下上下を決めるルールですよその上下を決めるルールというものがなければ価値序列はつけられないところが法実証主義は存在する条文だけが法であってその条文に価値の序列をつけるルールたる 実定法とは別の何かルールは存在しないってことを言っているわけですから条文に序列をつけるルールそのものは存在しないというのは法実証主義なわけです実定法しかないっていうことになりますからね自然法論というのはそこに自然法というルールがあるわけです自然法という法の価値の序列に従ってそこで作られた憲法の条文に価値の序列をつけることができる国民には自然権があるんだ その自然権というものは大切なんだという価値を自然法の中身が決めててくれているわけですですから国民には誰もが重つ平等で自然権があるというのが自然法の中身だとなると自然法に合致する条文であれば価値が高い条文だということが言えるよねということが言えるわけです。ところ法法実証主義の世界ではは定法以外には あ、法は存在しないところですから実定法の順番を決める法は存在しようがないよねということになっちゃうぞということなんですねまあそんなことでは条文自体に価値のずれず決めたっていいんじゃないのと、例えばね第1条これこれ第2条これこれ第3条に1条がより価値がある条文だということを第3条に、えー、書けばいいんじゃないのと思うかもしれませんですがその第3条を変えること 変更することは全く自由ですいや第三条の条文を勝手に変えてはいけないというルールはその条文そのものには出てこないわけです仮にその条文を置いたとしてもその条文のが大切なんだとそのえ勝手に変えてはいけないという条文が大切な価値なんだということはどっかに別のルールがないと決められないんですよですから結局一条も二条も三条も四条も同じ価値の条文でしかないよね どの条文も改正の程度は同じようなレベルで変えて構わないよねという発想になっちゃうですから法事長主義というのは自然法などは観念しない条文の価値序列を決めるためのルールなどは存在しない。 といいうのが法事主義ですから価値序列は認めない人権の条文と統治の条文はどちらも対等まあ対等な価値でその上で目的手段の関係性なども特になしというのが法実証主義の発想だぞということになりますさて話をもとに戻すと私たちは憲法の条文に人権が重要で統治の条文目的手段という価値序列を設けるそれはまさに自然法論という考え方に立つからだということなんですね。ちなみにその自然法論という考え方 は日本の憲法はどうなんだろうというと、例えば先ほどの前文などもそうですが、やはりこれは自然法思想を示しているということも言えるかなと。とちょっともう一遍憲法の前文、前文の条文をちょっと見てみてください。え、二十三ページでもいいし、六法の前文でも構いま,ません。え、前文の第一項の第一文は先ほど見たよね。この憲法を確定するで終わりました。 その第1項の講談のところです「そもそも国政は」から始まるところを見つけてそもそも国政は国民の厳粛な信託によるものであって、まあ、これは契約に政府ねその権威は国民に由来しその権力は国民の代表者がこれを行使しその福利は国民がこれを享受するこれは人類普遍の原理でありこの憲法はかかる原理に基づくものである我らはこれに反する一切の憲法法令及び省直を排除するこの最後のところです。 えね、この権威は国民に由来し権力は国民の代表者をこれを行うしその福利は国民がこれを享受するこれは人類普遍の原理でありこの憲法はかかる原理に基づくものである憲法がが基づく原理があるっていうことこを想定してますよね日本国憲法が基づかなければいけない憲法の上に何らかの原理があるということを前提にしてます。 さらにその次、我らはこれに反する一切の憲法法令及び詔勅を排除する。憲法すら排除される。かかる原理に反する憲法は認めないってことを言ってるんですよ。ってことは、実定憲法の上に。何らかのかかる原理というものがあるんだということを想定しています。かかる原理、まあこのかかる原理、人類普遍の原理というものが、まず何があるんだと。とその人類普遍の原理というルール。 それに反する憲法は認めない排除すするると言ってるわけです実定憲法として例えば憲法改正などをして新しい憲法に作り替えちゃうその場合でもかかる原理人類変の原理と言われるものには反するものは駄目ですと言ってるわけですから実定憲法の上に何らかのルールを想定している。 それを自然法と呼ぶかどうかは別にしても少なくとも法律書主義ではない自然法論をここから自然法論を取っていると解釈することは十分にできるだろうということです日本国憲法は自然法論に立っていると解釈することは可能ですそれ今の全文のこれにかかる原理に基づくそしてこれに反する一切の憲法を排除するというここから実定憲法の上に何らかの規範法規範を想定していると言えるだろうと まあこのかかる原因のことを自然法と呼ぶかどうかは別にしてもということですただまあ普通は自然法と呼んだ方が分かりやすいかなというので一応この教室では自然法論も取るということにはしておきますねもう一ん9ページに戻りますがうん9ページに戻ってもらってでその自然法論のところの表がちょっとあります法実証主義と自然法論を対比した表なんですけどね もう大体今お話ししたことに尽きてるんですが法実証主義のところを見ると憲法は単に立法者が制定した規範に過ぎない他の法律と同じ憲法と法と律は同じ序列ですだって憲法が上ということを決める規範はないんだと考えるんだから内在する理念や価値や歴史的な背景などは解釈の基準なんかならない。 いうわけです憲法と他の法律を比べることもできないしその憲法の条文の解釈の際に条文とは違う例えば歴史的な背景がこうありますよそこには何らかの価値が現れているだからこの条文重要だなんとかは言えないとことですで憲法の最高規制は憲法改正の手続きの厳格さから認められているだけだということになります私たちは憲法の最高法規制をどうやって根拠付けたっけこれ体系マスターでやったよねなんで憲法は最高法規と言えるんですか最高法規と言える理由は 九十七条にありましたよね。九十八条一項で最高法規ということを条文の形で書いてあるけど、その理由が一個前の九十七条に。まさに前のページに書いてあるけど、実績最高法規制というのが九十七条にあった。人権保障の法だから最高法規なんだ。それが九十七条に示されていたよね、というわけです。そういうことを言わないっていうのが法実証主義です。九十六条のような。 憲法改正の手続きは厳格じゃないか厳格な手続きだから最高法規と言えるだけだよというのが法実証主義の憲法最高法規の説明の仕方になります私たちは人権を守る法だから最高法規なんだ法実証主義ではない自然法論の発想それが九十七条にも表れてますねということでもあるんですねでその自然法論の表のところを見ると自然法を成分化したのがまさに憲法だ 自然法の中身を条文の形にして実定化したものが憲法だということになりますで、根本規範というものを考えましょう憲法の条文の間には価値の序列があるということを認めましょう最高期は個人の尊重中核として捉えることは当然認められるこれ97条ちょっとメモ入れておきましょう、ね、当然に認められるんだからそれを97条が明確にしたよってことで、ね 自然法論の下から2つ目のポチ最高法規制は個人の尊重中核として捉えることから当然認められるのところに97条もうちょっと付け足しておいてくださいそして立憲主義や民主主義は目的手段あるいは相互補完の関係にある立憲主義は自由主義と言い換えてもよかったよね自由と民主は目的手段という言い方も可能だということです人権統治は目的手段というのと同じように人自由と民主は目的手段というふうにも言い換えることができるしまあ ああるいいは総合がんの関係ににりりまますすよねととうことになりますちなみに先ほど自然放浪の中身として欄外にメモを入れてもらいました自然放浪の中身丸1で言ってるのが国民の自然権それから自然法論の中身の2行目3行目で言ってる丸2で言ってるのが国民の政権権とこの2つをメモ取ってもらいましたがその国民の自然権のところにもし余裕があれば「かっこ自由主義」と入れて、えー、丸2の方の国民の政権権の方は「かっこ民主主義」と入れてもらうと よりつながりやすいかなと思います国民の自然権国民には自然権が保障されてるんだそれは自由主義の発想の現れ国民には政権権が認められるんだこれは民主主義の、えー、現れと言ってもいいですこの二つが自然法の中身ですよと考えましょう とということで何度も言うように自然法を見せてごらんって見せられるようなものじゃないんだけどもそういうものがあるということを観念して考えていきましょうということですさらに話を戻します6ページに戻って自由の基礎法であるで個人の尊重個人の尊厳を中核価値として人権と統治の条文があるんだよねでその人権の条文と統治の条文は目的手段の関係性がありますよねということはもういいでしょう でその下の「個人の尊重は皆同じ人は皆違う」という昔はねこんな風に「人は皆同じ人は皆違う,う、ね」まあね、んな,違うなんて言ってたんですがもう今は「人は皆違う」の方が先じゃないですかと私は考えてますですから「あもう今は人は皆違う人は皆同じ」というような言い方をすることが多いんですけどね、まあ、どっちが順番先でもいいんだけどやっぱり違うを先にした方が、うん、やはりねその多様性というか、ね、一人一人は違うからこそ 素晴らしいよねということを先にした方がいいかなと私は今は考えてますということですさて一人一人の自由の基礎法である個人の尊重中核価値とした自由の基礎法であるそのためには全ての国家権力を制限する規範が憲法でなければなりません縦にのところです憲法が自由の基礎法であるということは同時に憲法が権力を制限する基礎法制限規範であることを意味します ということでこれはもう体験マスターであったところがですからいいですよね。でちょっと新しいことなんですが、じゃあ国家権力すべての国家権力を制限するのは憲法だとして誰が制限するんですか。その制限の主体それがカッコの２の話になります。誰が制限をするのか。それは国民が制限をしていくということなんですけどね。 括弧に自然権思想と国民の政権権の思想の関係というところです。自然権思想はすべての価値の根源が個人にあるという考え方を基礎にします。個人の、えー、一人一人の生まれながらの権利、自然権というものを認めよう、保障しようというころですから、それは誰もが個人として尊重されるというねその個人の尊重それが根源的な一つの価値なわけですね。それを基礎にします。従って政治権力の究極の根拠も個人。 にあるはずななんじゃないかと政治権力も個人から生まれたものでなければいけないんだろうとそして政治権力は憲法に基づいて行使されるべきだよねこれはまあ立憲主義なわけですよね。となるとその政治権力を拘束する憲法もその下太字憲法の実定化の主体これも国民憲法の実定化の主体とありますがこれは憲法制定の主体と置き換えて構いません。憲法を実定化した すなわち憲法を制定したその主体も国民実定化のところに制定したという、ね、その下にメモを入れておいてもらってあと国民でありの国民の下に括弧個人入れ,かえ入れてもらって構いません要するに憲法実定化の主体も国民すなわち個人憲法制定の主体も国民すなわち個人なんだ一一人人人の個人の個集合体である国民が まさに憲法を制定したんだその国民が制定した憲法によって政治権力を拘束していくこれが立憲主義だということになります。なので国民が憲法制定権力の保持者であると国民が政権権の保持者であるということになります。以上のように自然権思想と国民の政権権の思想は不可分の関係と一番下のところなんですのそれもマークしておきましょう。自然権思想というのは すべての価値の根源が個人にあるという自然権思想です。誰もが生まれながらに個人として尊重される。すべての価値の根源が個人にある。まあこれが自然権思想。そして国民すなわち個人に政権権があるんだ。これはまさに不可分の関係だよねということです。えこの流れ括弧二のところに書いてあるこの流れも A ランクで重要なところです。 誰が国家権力を制限すするんですかそれは国民が主体となって憲法を作って国家権力を制限していくんですよなんで国民なんですかす全ての価値の根源が国民の、ね、構成員であるところの個人にあるからね。 一人一人の個人に全ての価値の根源があるだからその個人の集合体であるところの国民が憲法を制定して国家権力を制限していくということにつながるんですよというわけですまあ、その中で全ての価値の根源が個人にあるという個人の尊重からスタートする自然権の発想と国民の政権権の発想は不可分ですよということになります でこの「個人の自然権」と「国民の政権権」この2つが自然法の中身だということを先ほど勉強したわけです。ですからこの6ページの一番下の行に書いてマークしてもらったところは憲法制定前自然法の内容と言ってもいいわけです。憲法制定前の自然法の内容として国民の自然権そして国民の政権権。 そそしてそののつが不可分の関係にあるんだこれは憲法制定前の自然法の内容これが6ページの一番下の流れだよってことこになりますそしてその自然法の政権権が発動して憲法が作り上げられて実定憲法になりましたとなると次のページの「人権の条文と国民主権の原理」 となって実定化されていくんですよってことになるんですが、えー、そこは少し休んでからにしましょう、えー、ではちょっと5分ほど休みを取りたいと思います、えー、まだ始めませんが一つご質問、えー、法実証主義について19世紀ドイツ以降の近代国家で法実証主義を取っているとされる国はありますか えー、まあちょっとなかなか見当たらない、まあ、ドイツと同じようにオーストリアだとかも法実証主義だというふうに言われたりしますし、まあ、フ,フランスなんかも一部法実証主義だと言われることはあります、えー、なのでドイツだけっていうわけでではないです、えーまあ、いすわゆるヨーロッパ大陸の国々の中には法実証主義を捉えてる国もあるというふうに言われてはいるところですが。 ただ、知識としては特に覚える必要とかは全くありません、まあ、ドイツなどがその法人主張主義の典型例だということだけ理解しておいていただければそれで十分かなと思いまますそそれれでではは始始めめしょうススマスター憲法3回目講義始めます。 6ページのところで憲法の特質を見てきました自由の基礎法であるその基礎法であるというのは人権統治の目的手段の関係にあるで中核的な価値である個人の尊重個人に最高の価値を置いて そしてその個人の人権を保障する。また個人の人権を守るための統治機構という条文があるんだ。人権統治は目的手段。そこには価値序列を認めていく。そういう考え方を取るぞというわけです。で、その憲法はすべての国家権力を制限する。そのことによって自由を保障するということになります。まあそれが制限規範性ということになるわけですが、まあそれは立憲主義の言い換え置き換えと言ってもいいですよね。えー、憲法によって国家権力すべての国家権力を制限していくぞというわけですが、じゃあ誰が 憲法を制制定しし国家権力を制限していくのかというとその憲法を制定し国家権力を制限する主体もそれも究極の価値であるところの個人が集まった国民が憲法を制定し国民が 国家権力を制限していく主体なんだぞというわけですそこで憲法の実定化の主体も国民すなわち個人なんだということになるわけですねそれが下から34行目の太字のところこれも太字のところをマークしておきましょうか国民の実定化の主体も国民先ほど見ました国民のあごめんなさい憲法を制定する主体も国民、えーまあ、それを政権権が国民にあるということを示しているぞということでもあったわけですね。 でこのように「うんまあ、国民が政権権の主体なんだ」ということそれは全ての価値の根源が国民にあるからだぞということでした。でそれをちょっと図にしてみたのが今日配りしたパワポの最後6番のところ配りしたパワポレジメの六6番のところに入れてある図なんですが「自然現実をと国民の政権権の関係性です」えー、全てののの国家権力政治権力力政治究極の出発点は個人ででななけければいけないでしょうということです。まあ、究極の根拠と言ってもいい 個人に全ての価値の根源があるぞというのが自然権思想であったわけですね全てのの価値の根源は個人にあるだから全ての政治権力の究極の根拠、まあ、根拠というのはその出発点も個人になければならないだろうということになりますそしてこの、まあ、これが自然権思想そのものだねということになりますそしてこの政治権力というものは憲法に基づいてコントロールされなければならない。 まあこの憲法に基づいて制限をされる政治権力これが立憲主義そのものだったわけですね。でその憲法に基づいて政治権力をコントロールしていくその時にじゃあ誰が憲法を作ってコントロールするんですかそれは全ての究極の根拠が個人にある以上は個人の集合体である国民が憲法を制定してそして政治権力を に基づく政治を行わせるということになるんだなので憲法制定権政権権の主体は国民であるということになります国民に自然権があるという考え方国民に政権権があるんだという考え方この2つが自然法の中身であったわけですねですからまさに憲法制定前は国民の自然権国民の政権権この2つが自然法の中身でしたということになりますでこの自然権 えと国民の政権権というのは今見た通り六ページの一番下で見た通り、えー、まさに密接不可分だったんですがこの自然権というものが実定化されて人権の条文になり国民に政権権がありますそれが制度化されて実定憲法の中に国民主権の原理として取り込まれたんだとで、これはまさに憲法制定後 実定憲法の中で人権とそれから国民主権の原理という形になって実定化され制度化された、まあ、この国民の政権権が制度化今画面に書いてますが実定化と言い換えても全く同じことですこれパーポの8番のところまたそのすぐ上の三角のところでは個人の尊厳の実定化として国民主権原理とこう書いてあるところですけどね。まあ、この政権権が制度として 憲法の中に取り込まれたものが国民主権原理だということになりますまた何回か後に国民主権というものを勉強しますが国民主権というのは国民に政権権があることそれが実は国民主権なんだというふうに勉強していくことがありますこれは後で国民主権というところを、えー、っとですねページで言うとこの後の 二十八ページあたりのところで勉強していくことになります。国民に、えー、国民主権の主、えー、国民主権が国民にあるという場合の国民ってどういうことなんだろうというところで、えー、まあこの国民主権というのは国民に政権権があるというそういう考え方を基本にする。そんな考え方をちょっと後でまた勉強します。さて、えー、今ちょっと画面で示した。 えとこ,ろまあ、この憲法制定前の話と憲法制定後の話憲法制定前は国民に自然権がありますで国民に政権権がありますこれが6ページの下であった通り密接深分だと。 で自然権の根底要するにどちらも個人の尊重を根源的な価値にするという点は同じなわけです自然権の出発点も個人だし国民の政権権の出発点も個人だし共に個人の尊重というね、個人という究極価値で結びついてますよね同じく人権も国民主権もこれもやはり不可分に結合しているというふうに言えますよね憲法制定前から 自自然権国民の自然権と国民の政権権権国国民民のののと政いうは密接不可分ならば憲法制定後実定憲法の中の人権の条文と国民主権原理もやはり密接不可分に結合しているというふうに言えるでしょうというわけです。この人権と国民主権が密接不可分だというのはとりあえず今の段階ではこの国民主権を民主主義と仮に置き換えたとするならば次のパーポの9番のところ人権と民主主義と比べた場合人権保障のためには民主主義が必要だ。 そして民主主義のためには人権障だとこれは容易に想像できますよね一人一人の人権を守るためにはやっぱりすべての政治権力の源が民主主義にあるみんなで決めていくこの場合の知者と非知者の自動性という民主主義があって 初めて人権が保障される体系マスターでは自分の首を絞めるときにはあんまり力入,入らないよね他人の首を絞めようとするとなんか無理なことやっちゃったりするじゃないですかみたいなことをちょっとお話をしたと思うんですねですから自分に跳ね返ってくるという民主主義であるならば人権も不当に侵害したりすることはないでしょうということにつながりますまた民主主義のためには表現の自由だとか平等だとかさまざまな人権が保障されて初めて民主主義は成り立ちうる という意味では密接不可分だというふうに言い換えていこの人権保障はもちろん自由主義と言い換えることができますよね自由主義のためには民主主義が必要民主主義のためには自由主義が必要自由と民主の関係に置き換えることもできるのがこのパーポイントの9番のところだということはもういいかなと思います。さてそののの中ででパワポイントの8番のところで 憲法制定前自然法の世界でも国民の自然権と国民の政権権これが自然法の中身でそれが密接不可分であったそれは憲法国民の政権権ってやつが発動されて憲法が作り上げられた。 憲法が出来上がった後実定憲法の中でも人権の条文と国民主権の原理はやはり密接不可分の関係でつながってるんですよというこのパワポの8番これは A ランクでしっかり理解をしておきましょうということになります。ですから6ページの下は憲法制定前自然法の世界だったわけです。それが7ページのところで の,3のところは憲法制定権力は実定憲法においては国民主権として制度化されることになる人間規案は主権原理とも不可分の関係にあるんだというわけでまあこれが憲法制定後実定憲法の話をこの7ページ一番上の2行のところでは憲法制定後の実定憲法の話をしてますよということになります。さてここまでが制限規案の話でした。 それに全ての国家権力を国民が憲法を作って制限するそういう制限規範なんだだからこそ憲法は最高法規でなければなりませんよということで縦3最高法規制ですまずは形式的最高法規制98条の一項がありました。 形式的な効力の点で憲法が国法秩序国の法秩序において最高法規だよということでこのパープルの10番とかのもいいですね憲法条約法律命令条例という形での国法秩序の一番上にあるのが憲法ですよということを示している条文の形で最高法規制を示しているという意味で形式的最高法規制などと呼んでいったのが98条の1項ということになりますちょっと条文でもう一遍確認しましょう98条の1項 この憲法は国の最高法規であってその上記に反する法律命令、承知、告国に関するその他の行為の全部また一はその効力を有しないという、まあ、こんな規定なんですね。 で、え、マクリーの最高法規だということを明確にしています。と同時に、え、その上記というのは憲法の条文、まあ憲法の規定に反するというないな、ね、意味合いです。憲法の規定に反する法律命令招致国民に関するその他の行為の全部一部はその効力を有しないとこういうわけですね。まあ招致というのは天皇が作った命令のようなものだと思ってください。で、この法律命令招致国民に関する行為、え憲法の条文に反する憲法の規定に反する。 これらは、あ、一切効力を有しません、ということを言っている。で、この九十八条の一項の、この公団のところ。その上記に反する云々かんぬのところなんですが。憲法の規定に反する法律は効力を有しない、ということを言っています。それは裏を返すと、憲法の規定に反しない法律は効力がある。ということを、実は裏から言っています。 というのは、この九十八条一項というのは。明治憲法の下でも、さまざまな法律が作られました。例えば刑法、民法。これは明治憲法下で作られた法律ですよ。憲法は第二法帝国憲法でしたけれども、その下で。いろんな法律が実は作られています。で、例えば民法とか刑法とかいう法律が作られたわけです。ですが、その。明治時代にできた民法や刑法という法律も。 日本国憲法の規定に反しないものは効力をそのまま有するということをこの98条1項は言ってるということでもあるんですねなのでちょっと欄外にメモを入れてください今の7ページの下の欄外というか隙間のところでいいです98条1項は書き取ってください98条1項は明治憲法下明治憲法下の法律でも 明治憲法下の法律でも「日本国憲法に反しない限り有効」という意味を持つ。 とメモを入れてください98条1項は明治憲法下の法律でも日本国憲法に反しない限り有効という意味を持つそれが98条1項のもう一つの意味です。でそのことを経過規定の意味を持つという言い方をています経過時間が経過するの,あの経過ついで過ぎるのね経過規定経過規定の意味を持つとも言われます。 98条以降は大日本帝国憲法から日本国憲法に変わりました。その憲法が変わったときに明治憲法下の法律でも日本国憲法に反しないものならばそのまま有効で効力がありますよということを示している。経過規定の意味を持つのも98条以降の条文の意味だということです。ですから98条以降はもちろん形式的最高法規の条文なんですが、と同時に経過規定の意味も持ってるぞということです。ですから刑法の中でもうんねもちろん 憲法に反ししないもののはそままま効力がありましたところがもう今は削除されてしまった皇室天皇や皇室に関する罪のところは一気に削除になったわけですね。それはまさに天皇や皇室を特別扱いするというのはそれは今の憲法には違反するから認められないというので削除されたということになります。ですからそうじゃない刑法の条文はそのまま有効ですよということを示していると言ってもいいです。 さてこの形式的最高法規であるのは98条1項経過規定の意味を持つものでもあるんですけどねでなぜ最高法規なんですかその理由が次のページ実質的最高規制で97条に示されてますよということになりますえ憲法が最高法規であるその,あのはその内容が人間の権利や自由をあら,あらゆる国家権力から不可侵のものとして保障する基盤を中心として構成されているからであるとこの自由の基礎であることが憲法の最高規制の実質的根拠であること この「はもういいですよねこの実質最高規制」は形式最高規制の基礎をなしているし憲法の最高規制を真に支えるものなんだ九97条こそが重要だということを言っています。97条は公正憲法の建前とか憲法の形式最高規制の実質的な根拠を明らかにした規て,きてそれが97条、まあ、それを実質最高法規制と呼びましたよということで、まあ、それをちょっとイメージの図にしたのがその下の図ですよということです。97条ここそそが重要なんだだだとということをそれだけとい,ていただけれれけけっててたば オッケーかとは思います。 そそうそうこれからね時々自民党の憲法改正草案というもの条文の形にしたものは2012年なんですけれどもえ自民党が発表していますその自民党が発表している憲法改正草案と対比をすると今の日本国憲法の特徴はよくかかるものですが時々2012年の自民党憲法改正草案はこういうことを目指してますよなんてことを時々お話をすることがあります。私ははももう全く反対のののの立場なんんででですすけどねの年自自民民党党党憲法改正草案野党時代に作ったものではあるんですがあ自民党が 期間決定をししだ自民党のの重要な憲法改正草案とてて位置づけられれいるものです、まあ、あきればそれを目指しますよそれをゴールとしてこういう憲法改正を実はしたいんですよということをゴールを示したのが2012年の自民党の憲法改正草案、まあ言っていいかなと思うんですがちなみにその2012年の自民党の憲法改正その前2005年にも作ってるんですがそれは新憲法草案と言ってました改正草案じゃなくて新憲法を作るんだったら2005年だったんですが2012年に自民党憲法改正草案 その後は安倍政権の時に4つほど憲法改正の項目を主張してきたんですけどねそれは一応過渡的にとりあえずはまず4つでいきましょうというのでいくつか挙げられてるんですがもともとはその2012年の自民党憲法改正草案ですちなみに2012年自民党憲法改正草案では97条削除なんですね。極めてわかりやすいいい条はもういらない で添付人権をを見直しまますすとということをはっっきり言っています国防軍を創設するというのと添付人権を見直すというのは自民党の憲法改正草案の大きな2つの柱になっているんですが、まあ、そういう国を目指したいですということをいまだに掲げているのは、まあね、私は全く反対の立場ではあるんですけどね添付人権の発想をやめるということは自然権主張をやめるということですから立憲主義近代立憲主義から降りるということですからいつの時代に戻りたいの いうのとあとはまあ国防軍という普通の軍隊を持ちますで普通に戦争できる国に持ってきます、まあ、それは世界の当たり前の普通の国になりましょうということ,と、まあ、その二つが大きな柱なんですが特に天武人権を見直しますというところの象徴が九十七条削除というのが一つの象徴的なところかなと思いますちなみに個人の尊重もやめになります十三条の個人の尊重をやめて人として尊重個人という概念をもうやめる というのが自民党の改憲案の本質でもあるんですね行き過ぎた個人主義がこの国をダメにした個人主義を利己主義と誤解してまあそういう発想になっちゃったのかなとも思うんですが、まあ、どうにか個人を否定したいなというのがその改憲案の本質にもあるんですねまあ、それと対比すると本当に今の日本国憲法の特徴がよくわかるもんですが時々そうやって批判的な形で2012年の自民党改憲法を引き合いに出すことはあります これはもう本気でで批判したいといとうう立場なももすからねもう絶対そんな憲法にはしたくないという思いが個人的にあるもんですからちょっと批判的なものの言い方になっちゃう時あるかもしれませんがでもこの97憲法学者のほとんどが97条こそが重要だと言ってるのにそれを削除平気で言っちゃうということですからちょっとどうなんだという感じはするんですけどねさて話はちょっと元に戻しますその下に中のようなアスタリスクで根本規範としての憲法憲法の憲法という言葉を入れておきました。 でこれも何か覚えておくという話でもありません、まあ、C ランクでいいかなっていう感じですですから、まあ、読み飛ばしてしまっても構わないようなところなんですがちょっとだけ見ておきますね。憲法規範が最高規制を持ち他の法規案は憲法規範に基づいて憲法規範の受験と制限のもとに成立するそして憲法自身はじゃあ一体何に基づいて成立したんだろうと。えー まあこの2行で言ってるのはね憲法の下で作られた法律だとか命令だとかはまさに憲法の規定から受験されてまた憲法の規定から制限を受けて法律や命令や規則などができたよねまあそれはそうだじゃあ憲法自体は何に基づいて成立したんですかという話です。このの点憲憲憲法法法は最高法規であって憲法の上にななんかない 憲法を根拠づける法というものは存在しないしまた現に存在しないんだから憲法制定作用は法的には構成できない作用なんだという立場がありますが憲法の前に憲法制定行為を根拠づける法規案を認めることは法論理的には可能なんじゃないかまた必要であると一般には指摘されています。えそこここでで法法ののの最高命題題ととして法論理的的意意味味根根本本をを認めこれれ規範と呼んでこれを実定的意味の 憲法の妥当性の根拠となる法論理的意味の憲法と名付ける立場がある。あれはオーストラリア、あごめんなさいオーストリアの法哲学者ケルゼンによって主張された。まあケルゼンという人はあのバイマール憲法の起草者でもあるんですけどね。 でここで言われるところの根本規範というのはそれ自体は実定法ではない法論理の上で仮説的に実定法の前提として認められたもので実定的に成立,定立された規範じゃない C の上で前提とされた規範に過ぎないとされるでこれに対しては日本の清宮史郎先生は次のように指摘するすなわち憲法制定者の憲法制定行為は歴史的行為として現実に存在する行為であり憲法制定者の憲法制定権 憲法制定者に憲法制定権を受験する法規範も歴史的な意思行為に基づくものと見られるから根本規範は単に前提とされるばかりではなく実定定的に定立された法規範とみなすのが妥当であるそして清宮は根本規範について憲法の解の法令の根拠となりその内容を起立するのと同じように憲法の根拠となりまたその内容を起立するものであると考えるこの根本規範を憲法の憲法と呼んだんですね。 憲憲憲憲法法法のの上に実は憲法があった憲法の憲法で一つには何人が憲法制定権を持つ機関であるのかを定めるでこれに憲法制定権を受験する規範であるとともに二つには制定される憲法の内容について例えば人権尊重平和主義のような限定を加える規範これが憲法の憲法まさに憲法の根拠なんだ、まあ、これを清宮先生はこんなふうに主張されました。で まあこの清水先生の考え方あなるほどということではあるのですが、えー、ただこのような考えに対してはじゃあなぜ憲法の内容について例えば人権の尊重や平和主義というような制限を加える規範もまた根本規範になるんだろうか論理的な関係が必ずしも明らかでないじゃないかとこう言われちゃったりします。そそこで最後は、あそれはれのの自然法と社会契約の歴史的な意義を重視する 実質的な憲法論により説明することが可能になるんじゃないか芦部剛先生の自然法論というのがこの最後に出てくるものだということです。要するに憲法の憲法とかいろんな言い方憲法の根本規範だとかいろんな言い方あるけれどもまあそれは自然法に基づくと説明すればそれでいいんじゃないですかというのがこの教室の立場で自然法論を取りましたということなんですね。憲憲憲法憲法、法のの制定の根拠はどこにある それは憲法の上にもう一つ憲法があったんだっていうのが清宮先生の説明なんですねただ憲法のを制定したのは何に基づくのそれは憲法の憲法に基づくんですよという説明です当然次の疑問が出てきますよねじゃあその憲法の憲法は何に基づいてできたんですかってこと聞きたくなるじゃないですか今の実定憲法は憲法の憲法に基づいてできたんですなるほど じゃあそのの憲憲法法は何に基づいてでできたんすかと問いかけに対して「いやそれはその上の憲法の憲法の憲法に基づいたんですよ」「じゃあその憲法の憲法の憲法は何に基づいたんですかその上の憲法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 に基づいたんですよ」どこまで言ってもきりがないです。なので清宮先生は「憲法は憲法の憲法に基づいてできた」「でもその憲法の憲法が何に基づいてできたのかを問うことは不可能である」って言ってるんですよ。でですかかららそここってみたとろ ががないしあまり身がないいしりね、えー、この憲法の憲法のさらにその上の法的な根拠を求めることは不可能であるでそこで不可能であるしそれを不可能であり断念しなければならないというんだったらそれぐらいなそれ言うんだったらじゃあそれを自然法というものがあるとしてそれで説明すりゃいいじゃないですかと。 別でで追いかけてったところで、ね、うん何かねその後答えが見つかるわけでもないんだからじゃあ実定憲法法法のの上に自自然然があるとととしして考えましょううういい論ことですですから、まあ、そういう人間が頭で考えて今の憲法の制定を説明するための概念説明するための道具として自然法論というものをまあ考えましたっていうぐらいのイメージを持ってもらえばいいかなで日本国憲法は少なくとも、ね、この憲法の上にかかる原理。 先ほど前文で確認した通り憲法の元になる何かを想定していることは確かなわけですからそれを自然法と呼ぶかどうかは別にしても、うん、まあ自然法論を否定をする必要もないだろうなというふうには思いますそれがこの教室の一応立場ですよということですですから大学の先生によっては自然法論なんてのはまあわけわかんないなんかね なんかいかがしいよくわかんないまたキリスト教的な宗教的な匂いがするそんなの嫌いだという人もいないわけじゃありませんですからあ皆さんが習う憲法の先生によっては自然法論なんか取ってないとかねそんな考えはダメだみたいなことをひょっとしたら聞くことがあるかもしれませんけれどもまあ、そこを何か詰めて考えたところでねあまり生産的でもないですからあ一応この教室では便宜上自然法論に至って でその方がやっぱり価値上列というか説明しやすいものですからね、えー、個人の尊重が最高の価値だよねそうやって人権の条文があってそしてそのために統治の条文があるぞということが言えるでしょうということです。で自然法論は先ほどちょっとお話をしました8ページから9ページにかけてで9ページの一番上のところで自然法論の中身として、まあ、6の自然権思想の中身そのものですよね国民の自然権。 では、自由主義の表れ、そして国民の政権権、これは民主主義の表れと言ってもいいです。だからこそ、それが憲法制定前の段階では、自由主義と民主主義。この二つの価値も、密接不可分だとも言えるよね、ということです。えー、先ほど、ね、その、この九ページの一番上の。 上から二行の丸二のところで、自然権を確実なものとするために、相互に社会契約を結び、政府に権力の腰を委任したとあります。自然権を確実なものとするために、というところで、やっぱりここでも目的、手段の関係が示されている。丸一が目的、丸二が手段だということが、ここでもわかるかなと。 自然権を確実なものとするためにためにということはそのための手段ですよということを言ってるわけですよねですから自然権の保障個人の自然権の保障が目的でありそのために手段として契約による政府を作り憲法を作り国家権力を制限することにしましたということを言ってるぞというわけでもあるわけです とということであとこの法律主義と自然法論の対比の表は B ランクでイメージが持てれば意味が分かればそれで十分です、えー、何かこれを担当で知識で細かく聞いてくることはま,あまずないなとは思いますがあ一応理解はしときましょうというところでしたさて次10ページのところから立憲主義と法の支配今度は立憲主義の実現方法について2つの大きな実現方法がありますというところですこれも体系マスターでもう少しやりました立憲主義の実現方法として2つある 憲法によって国家権力を制限するまが立憲主義ですじゃあ憲法によって何をどのような国家権力を制限するんですかということがちょっと問題になるんですねその時に法の支配は立法権を含めたすべての国家権力を制限するそれに対して法治主義特に形式的法治主義というのは憲法によって行政と司法を制限していくというところに重点がありますさてまずは法の支配縦一、法の支配のところです 法のの支配の定義先端的な国家権力の支配人の支配を排斥し権力を法で拘束することによって国民の拳銃を擁護することを目的にする原理だとしときましたがこの1行目の国家権力先端的な国家権力の支配過去人の支配の人は国王や君主のことだったということはもういいですよね。国民じゃないよということです。あくまでも一一人人人のの国王だだととかか君主だとか人の人が支配をする それをやめましょうと国王や君主によって支配されるのやめて国家権力を法で拘束するこの場合の法は憲法を通常を想定します憲法という法によって拘束することで国民の権利自由を擁護しようとそんな考え方だということなんですねで、まさにこの発想は中世法優位の思想から生まれましたというわけです英米法の根幹特に英米法で生まれた考え方ですよ、えー、もともとはイギリスで生まれたのがこの法の支配ですよというわけなんですね でそのグザンプルイージグザンプルという意味ですがイージーのところで「国王は何人の下,下にもあるべきではないしかし神と法の下にあるべきである」ブラクトンというこのブラクトンという人は19 13世紀のイギリスの法学者です。13世紀にも法学者というのもすごいことですけどね13世紀の法学者ブラクトンまさにマグナカルタの時代にいた法律学者ブラクトンの言葉で。 まさに国王は神と法のにある国王ですら神に従わなくちゃいけないし法に従わなければいけないんだという発想これが法の支配がこここから生まれてきたとということですですからマグナカルタという、ね、その憲法によって国王といえどもそれは拘束され支配されてコントロールされなければいけないぞというわけです。でこの法のの法支配の中身は 本当にいろいろな中身が遠隔的にもまた国によっても主張されてきてるんですが今の日本で最も基本的な考え方の一つがその4つです。体マスターで4つ覚えてといったところでこれは A ランクでもいっぺん確認しておきましょう。 法の支配の内容としてまず1憲法の最高法規の考え方これはまさに第10章にそれがそのまま表れてますねでその最高法規矢印で書いており憲法あるいは行政司法権のみならず立法権をも拘束するというのが法の支配の大きな特徴といってもいいです。 権力によって侵されない個人の人権をしっかり保障しましょう基本的人権の保障ですよこれは第3章にいろいろと人権規定がありましたそして丸三法の内容は手続きの公正さを要求する適正手続きというものがとても重要だというわけで憲法31条 の解釈によって、適正手続の保障のが認められるんだと考えていきます。四つ目、権力の恣意的な行使をコントロールする。裁判所の役割に対する尊重というものが重要だよ、というわけです。第六章で司法権を重視していますで。この裁判所の役割の尊重の中で、特に重要なのが八十一条なわけですね。八十一条は、アメリカ型の場合には、特に意見審査制が重要な法の支配の内容だぞ、というわけです。 法の支配も次のページの表でまた確認をしますが真ん中に法の支配イギリスアメリカとありますがアメリカ型の法の支配が最も法の支配を徹底した法の支配なんですね。でアメリカの法の支配においてはまさにこの意見審査制というものが重要な要になってますよということでもあります。 で、この法の支配の考え方、この十一ページの下のパワーポンの十一番のところ。これ、体系マスターで見たものと同じです。憲法によって、何を拘束しようとしているのか。英米法の国々では、すべての国家権力、すなわち立法権も含めたすべての国家権力を憲法という法で拘束するんですよ。で、その時には、法の内容が合理的であること、まあ、正しい法でなければいけませんよ、ということでした。それに対して、大陸法の国々では、行政権と司法権が。 憲法によって拘束されればいいんだ議会が作る法律の中身までは憲法が拘束しませんよまあ、それを形式的法治主義とも呼んだわけですねまさに法の内容は問わないというのが形式的法治主義の大きな特徴だったなということなどを思い出してもらえればなというところでまずこのパープの11番のところはいいですよね でこんなことがあって法の試合の中身は4つこれはちゃんと覚えておきましょうということでこの4つをこれも体系マスターで上位ありましたね担当の問題もう予備試験の本試験問題平成26年の予備試験の本試験問題で、まあ、こんなのが出たりまた繰り返しこの法の試合の中身は重郎ですからこれからも出てくる可能性は十分にありますよということでした。法の試合の原理のところでまさにね権力を法で拘束することによって国民の権利を保障するまさにそうだよね。 また法による行政の原理を意味するものであり法律の中身自体は問いませんよとこれは違うでしょうまさにこれは形式的法治主義の中身。 で日本国憲法の最高法規制、人権保障特別裁判所の設置禁止そして、違憲・立法審査権などからして法の支配の原理に立脚している特別裁判所の設置はちょっとね、まあ、このテキストにはないですが裁判所の尊重という意味でとても重要です。というわけで本当に基本的な知識ではあるのですがこの4つの中身はちゃんと A ランクで覚えとかないとだめだぞということです。さてこの法の支配と対比して法治主義という概念があります。括弧の2 のところですが10ページの括弧の2を見てください法の支配の原理と類似するもの戦前のドイツの形式的法治主義ないし法治国家の観念があるこの観念は法によって権力を制限しようという点では法の支配と同じ意図すなわち立憲主義ではあるわけです法によって権力を制限していくというまた憲法によって権力を制限しようというところでは立憲主義ではあるんですがあ著しく違ってきますよということです でまあ、それが下の表なんですがもうちょっと本文のところ先見ちゃうの、ね、でもっとも戦後のドイツではナチズムに対する反省などから法律の内容の正当性を要求し不当な内容の法律を憲法に照らして排除するという意見審査制が採用されるに至っているためにえ形式的的法法治治国国家家から自主的法治国家へ移行したなんて言われますですから戦後のドイツフランスは実質的法治主義とこう呼ばれるえそんな体制なんですね。 現在の法治主義は米法による法の支配の原理とほぼ同じ意味を持つように今はなってきていますということでその辺も次のページの表で後で確認をします11ページの表は A ランクです法の支配や法治主義のまとめの表が11ページにありますがこの意味が理解できるようにはしましょうということで一番左肩に法治国家形式的法治主義で具体例は WW2 とといううののは第二次世界大戦前のということです日本ドイツフランスがそれでしたで真ん中に法の支配でイギリスとアメリカがありますそれで右肩に実績放置国家実績放置主義としてこれは第二次世界大戦後のドイツとフランスなどが実績放置主義と呼ばれる国ですよというまあ大まかこんな分類なんですがさて法の支配と。 形式的法治主義戦前の日本ドイツフランスなどの形式的法治主義との違いをちょっと前のページの表で対比をしています10ページの下の表これまた A ランクの表ではあるのですがどこがどんなふうに違うんだろうかということをちょっと確認です最も重要な違いが真ん中なんですねうん、うん、真ん中の行のところで法の意味内容というのがありますこの法の意味内容という行のところで 法の支配は内容が法の内容が合理的でなければならないという実質的な要件を含み人権の観念とも固く結びつくとこうありますその法の中身は合理的な法正しい法でなければならないということなんですね法の支配でいう時の法は憲法でした憲法の中身も正しい法正しい憲法の内容を持ってないとダメだぞというわけです そしてもちろんその憲法法の支配ですから憲法が最高法規なものですから憲法という正しい法に基づいて作られた法律も当然正しい法でなければなりませんということになります。末端の法まで全て正しい法でなければならないということになるのはもういいですよね。で法の支配ってっ時には、まあ、憲法の支配が基本ですからあ法の支配というところの法である憲法の中身が正しい法。 憲法であることだから法律もその憲法に適合する正しい法律でなければならないということに当然なります憲法頂点として全ての法の内容が合理的正しいものでなければならないんだということになるわけですじゃあ何をもって正しい法と言うんでしょうか何をもって正しい憲法という法なんでしょう内容が合理的な法である というのは憲法という法の内容が合理的すなわち憲法という法の中身が正しいというのはどういうことどういう時に憲法という法の中身が正しいと言えるんでしょうかと問われたら私たちの考え方だと説明しやすいですよねそれは憲法という法の上に自然法がありました自然法という法に適合する憲法ならば正しい憲法だ といいう言い方が可能ですよねじゃあその自然法の中身って何だっけ自然法の中身は個人の自然権の保障と個人の政権権の保障なわけです。個人のの自自然然権を保障するというのが自然法だならばあーそこで生まれた自然法が発動されて生まれた実定憲法の中身も個人の自然権を保障する憲法ならば正しい憲法だ。 ということが言えるよねってことになるわけですですから今見てもらった法の支配の欄のところの内容は合理的なからならないという実績要件を含みその次人権の観念とも傾く結びつく人権の観念と結びつくことによって正しい合理的な法と初めて言えることになりますなぜ自然法の中身だからに合致しているからです自然法の内容に適合した憲法であれば合理的で正しい憲法だ じゃあ自然法の中身って何個人の自然権人権を保障するっていうことが自然法の中身なわけですから自然人権の観念とも固く結びつくそれで初めて正しい法と言えるよねということになります。でこの法の支配のところではそういうわけで憲法という法の中身が合理的で正しい。 じゃあ、憲法という法の中身が合理的で正しいというのは、どういうこと。自然法に合致しているっていうことだよね。で、自然法の中身は、個人の政権権、個人の自然権。人権を守る、個人の人権が守られる。自然権が保障されるっていうことが。法の。お。 自然法の中身なんだからそれに合致した憲法だから内容は合理的で正しいよねということになりますもちろんそこから下憲法の下の法律も憲法の中身に合致しているからその法律は正しいまさに人権を保障してくれる法律だからその法律は正しいというふうにどんどん下へ降りていくよということですもう一つこの法の支配の法の意味内容の上ね上の議論とかで民主的な立法過程との関係というところです法の支配のところを見ると 権利自由を制約する法律の内容を国民自身が決定することを建前とし民主主義と結合と書いてありますなんで民主主義と結合法の支配というのは民主主義と結合するというのはどうしてなんだろうなぜ法の支配が民主主義と結合することになるのでしょうか、えー、憲法による支配の憲法によって支配することが民主主義と結合してないとダメだよということを言ってるわけです でそれはなぜそれね民主主義と結合してなければいけないのか、まあ、それはそうでなければ正しい法と言えないからですよね。民主主義とと結合することで憲法法が正しい法と言えるよねでなぜ、まあ、さっきと同じです自然法の中身で国民の政権権という国民個人一人一人が 憲法を制定するんだそれが国民主権ということになって現れてたしまさにそれこそが一人一人の国民が主人公であって知者と知者の自動性という民主主義のまあ出発点でもあったわけですですから国民の政権権という自然法の中身に合致するということはまさに民主主義を実現するということに他ならないということですですから簡単に言えば民主と結合とありますがそうでなければ正しい法と言えないからです 自然法に合致しした正しい法と言えなくなくるだから民主主義とととの結合も求められるぞということになるわけですなのでこの法の支配の考え方あー憲法の中身が正しい法でなければならないじゃあ憲法の中身が正しいというためには自然法に合致していることその自然法の中身って何て言うと個人の自然権すなわち人権に合致しているそれから国民の政権権 まさに国民主権民主主義と合致しているそれで初めて憲法という法が正しい合理的な法だということが言えるようになりますよという話なんですねこれが法の支配の中身ということになりますもちろん憲法という法のもの繰り返しになりますが憲法という法のもでできた法律や規則や命令もすべてその上に 憲法に合致している正しい法でなければなりませんということですからああすべてそれは人権やまた民主主義と結びついてそれをちゃんと守る法でなければいけないよと、これは法の試合になるわけですで一番下裁判所の地位のところなんですが裁判所の地位を尊重はするんですがアメリカとイギリスはちょっと違いますというのはイギリスはあ法律適合性の判断者例えばこの法律適合性では行政が法律に適合しているかどうかなんてことは から裁判所が判断をしたりします、えー、法律適合性の判断権者というのはあ行政が法律に適合しているかどうかを、えー、これを裁判所がしっかりとチェックをしますよということを言ってるんですねそれに対してアメリカは法律適合性のみならず憲法適合性の判断権者が裁判所ですということを言ってるわけですこの、えー、裁判所の地位という一番下のね行のところでアメリカは ああ行政が法律に適合しているかどうかだけじゃなくて行政や立法が憲法に適合しているかどうかの判断を裁判所がしますこの憲法適合性の判断権者というのはイコール違憲審査権の担い手ということです裁判所に違憲審査権が認められているということをイコール憲法適合性の判断権者が裁判所だということを言ってるぞというわけなんですね実はイギリスには違憲審査制はありません なのでこういうい書き方になりますアメリカには意見審査制があるのですがイギリスには意見審査制はないですね。なものですから法の支配同じ法の支配でありながら裁判所に意見審査制まで認めているアメリカの法の支配がより徹底した法の支配の形だということになります。 イギリスも確かに法の支配ではあるのですが裁判所の役割は重要なんだけれども意見審査制までは認めてないというところがあるものですから、まあ、そういう意味では法の支配であるけれどもアメリカほど徹底は こ,こ,でこの場面ではしてないぞということにはなります、まあ、この法律適合性の判断者とか、ね、憲法適合性の判断者とかこうあるんですがアメリカは憲法適合性の判断まで裁判所がすると違憲審査権の担い手が裁判所だとこれは重要な一つのポイントにはなりますイギリスのところにもう一個法の発見者という言葉が入っていますこの法の発見者というのは、まあ、アメリカでもそうなんですが主にイギリスでそういうまあ考え方が生まれてきましたちょっとこの辺は分かりにくいところなんですが あの英米法特にイギリスという国は、まあ、イングランド、まあ、スコットランドもそうですがイングランドなどイメージしてもらうとあの島のそれぞれの地域のところで、まあ、それぞれの領袖というかな王様みたいな人たちがこういたりしました。でそれがイングランドと統一されるようになります。そそうするとれれぞれの地域で何か紛争トラブルが起こった時に そのイングランドの国の裁判所がこう巡回をして裁判所がこう巡回をしてそれぞれの地域のトラブルを解決するみたいなことをこうやってたんですね。 巡回裁判所なんて言うんですが、その裁判所がこうね馬で馬車でこう行って、えー、この地域の何かトラブルありませんか？いや実はこんなね争いがあってみたいなことを、えー、じゃあそれはこうやって解決をしましょうみたいなことを巡回裁判所がこう地方を回って紛争を解決しました。その時にその地方に行って、その地域の地域の監修みたいなものをこう聞き取って、その地域の監修あこの地域では こういう土地領土のトラブルが起こった時にはこういうふうな解決の仕方をこの地域では慣習的に従来やってきましたねとそれに基づいてじゃあ今回この裁判所ではこういう判断を下しますみたいなことをやったんですすなわち巡回裁判所はそそののの地域ををを見つけ出してその監修を法としててて法ととと使うといういことをやってきましたまさに地域の慣習から法を見つけ出すということを裁判所は 仕事としてやってたんですねですから議会が法を作るってことはずっと後の話なんです議会が法律を作るんじゃなくてまず地域の監修をから法を発見するってことを裁判所が行ってそれに基づいて裁判をやってたんですねでそれが積み重なって監修が積み重なっていちいち監修 よりもやっぱり条文の形にした方がいいですねってね議会がそれを法律の形にしたりするということを後から行うんですが元々は監修法地域の監修が法として重要な意味を持つそういう国だったんですねこの監修法のことをイギリスはコモンローという言葉を使ってコモンロー監修法というものがとても大切なまあ方言になるんだと で制定法はその後からついてくるだからこそ判例裁判所の判断である判例こそが法であるで、判例法主義の国なんていう言い方をしたりもします、えー、裁判においては判例が何よりも大切でそしてその判例の積み重ねなどをま明、あ、文化した法律が後から作られてくるぞという大きな歴史の流れもあったりしたんですねですから特にイギリスまあアメリカもそうですが英米法の国は判例法主義の国だ判例が出発点なんだと に対してドイツやフランス日本などは制定法主義議会が作った法律がやば出発点で判例はそれを補うというのが判例の意味だよということを判例マスターでちはちょっとやりましたよね。でそんなわけでイギリスは 特に裁判所というのは法の発見者として極めて権威が高いとても重要な役割を果たしてたというのがイギリスの特徴なん裁判所の特徴なんです,、ね、ですからイギリスの場合裁判官というのはまあその司法裁判所そのものがとても権威が高く人々がそれに従うでその権威 そのの権威づけのために、まあ、いろんな装置や仕組みがあります今でもイギリスの裁判所はウイッグをかぶってますかつらをかぶってあの映画なんかで皆さんもドラマとか映画なんか見ることあるかもしれませんがあー今でもイギリスの裁判所裁判官だけじゃなくて弁護士もウイッグですからロンドン行ってその、ね、司法関係のところのお店なんか行くと。 そこですですすけどねウィッグは必ず売ってますですから召集権に向かって弁護士になったら自分のこのウィッグかつらをそれを買ってそれをかぶって法廷に出るというのはいまだやっぱりある国なんですね。でそういう伝統だとか権威というものを極めて重要なものとして重んじているのがイギリス法を発見するのがまさに裁判所の役割だということなんです。 また後でちょっと今ねお話をしたと懇談しちゃいますから後でまたお話をしますがイギリスには議会の中に会員があってそしてえまあ貴族院のようなものがあったりするんですがそのイギリスの貴族院まあ今はもう貴族だけじゃないですけどねその貴族院の議長が実は最高裁判所の長官と同じ人がやったりするんですね。ですからイギリスのの最高裁というのは貴族院が ま、最高裁を兼ねてるみたいなとこ、ちょっとあって、えー、ちょっと不思議だな。県三権分立はどうなっちゃってんだとちょっと難しい国ではあるんですね。まあ、ちょっとその話は置いときますが、裁判所に対する非常に熱い信頼があります。で、権威付け高い権威付けをしていく。それは法の発見者として重要な役割を果たしてきたから、なんだとっていうのはイギリスなんですね。 で、えー、なんだけれども、違憲審査権までは認められてないよ。って言うのが、まあ、イギリスの法の支配の中身でした。形式法主義の方はどうかなというと。 まずは法の意味内容という真ん中のとところです内容とは関係ない形式的な法律に過ぎない内容の合理性は問題とされないこの形式的な法律すぎずというのは議会が制定した法ならば内容を問わないという意味です議会が法律と名前で作ったならばもうそれでいいんじゃないですか中身は問いません悪法も法であるなんて言葉ちょっと紹介したりもしましたよね、えー、議会が作った法律ならばあ法律という名前がついているならばもう中身は問いませんよ とということであったわけですでさらにその上民主主義との関係ですが国家作用を行う形式や手続きを示すだけいかなる政治体制とも結合しうる形式的な観念あります。別に民主主義というものとと結びついいいいてないといけなけいいうわけでもありません。例えば一党独裁の中国でも法治国家法治主義を主張するわけですね。 中国でも「人知から法治へ」っていうのが何十年か前からあこう宣言されて人が治める人知から法が治める法治へ人知から法治へなんていうのスローガン掲げてもう次々法律を作ってましたで本当と20年ぐらい前中国に行った時なんかもう新しい法律がどんどんまあ生まれてってどんどん法律によって、えー、国を統治していくっていうのが進んでいくんだなということはよくわかりました。ででもそこいう中国の法治主義 人知から法治への法治主義の中身は、その一党独裁共産党政権が人民を統治するための法律なんですね。人民を支配しコントロールするための法律で,法で治める法治主義。 ですから私たちがこの憲法の立憲主義で勉強する法治主義とは全く意味合いが違います憲法で我々が今形式的法治主義だとか実質的,的法治主義と言ってる法治主義というのは法によって国家権力をコントロールする立憲主義の現れ方としての法治主義なんですねところが中国の法治主義というのはああそれは共産党政権が人民を統治するために法律に従って統治するというか法律に従えと 人民は法律に従え法治主義なんだからというのが中国の法治,主義法治国家の発想ですちょっと違うんだけれどもでもまあそれでもね、中国でも議会が作った法律それに従っていくんだよというところでは一党独裁の中国でも法治国家なわけですから民主主義というのと必ずしも結びつかなくても構わないというところではありますそれから一番下の法律の判断権者 あだよ。ただし行政事件では実は行政裁判所という一種の行政機関が判断もしていましたこれは戦前なんですが、えー、特にフランスでは裁判所への不審なんてこう書いてありますちょっとわかりにくいところなんですがあくまでも行政や司法が法律に従うかどうかを裁判所が判断するだけですよもちろん意見審査権は当然ありません意見審査権などはないと同時になんと行政事件すら 裁判所ではなく行政裁判所と一種のこれ行行政政機関なんですね行政裁判所とは行政の中の一機関を行政裁判所と日本もフランスも戦前は呼んでましたその行政裁判所という一種の行政機関が行政事件は,行政事件は裁判するすなわち司法裁判所はそこに手を出せない。 司法裁判所の権限限は極めて限定された民事刑事の事件しか司法裁判所は扱えないということでした行政事件すら扱えないましてや憲法判断などは一切できないというのが裁判所のまあ地位だったそれが形式的法治国家というまあ戦前のドイツフランス日本のまあ裁判所の地位でしたねということになります。 ですから裁判所の地位が非常に低かったとざっくり言えばね形式的法治国家戦前のドイツフランス日本では裁判所の地位がかなり低かったということではあります。行政事件すら裁判判判所はは担当断断ででききませんんもちろん憲法ななどは一切いということはいいですかね。その法の意味内容先ほどの議会が作る法律ならばどんな法律でも構わない。 とということですから議会が国民の人権を法律によって守るんだけれども仮にに人権を侵害するななことがあってもそれは気にしない議会が作る法律がによって国民の人権を守るんであってその議会が作る法律の中身を憲法がコントロールするということは一切する必要はないよということではあったんですね。 前にちょろっとだけ見たかなと思いますが大日本帝国憲法ちょっと開けてみてください大日本帝国憲法というところの市民の権利義務という第2章ですその「市民の権利義務」というところでは例えば居住移転の自由なんてのも保障されたんですね22条大日本帝国憲法の22条です日本市民は法律の範囲内において居住移転の自由を有すというねそんな規定があったりします。それから 例えば29条日本市民は法律の範囲内において言論著作印行集会及び結社の自由を有するというふうに法律の範囲内においてこれこれの自由がありますよという規定の仕方をするんですね法律でで定められれた範囲でしか人権は保障されていませんという規定の仕方ですですから議会が帝国議会が自由に人権の保障の範囲を決められちゃうということですから。 憲法によって議会を拘束するんじゃなくて議会が自由に特に人権に関しては人権保障の中身を議会が自由に決められちゃうというのがまあこの時代ですから当然裁判所が憲法にこの法律は違反するなんてこと言えるわけがない意見審査権もありませんでしたということになりますその下まとめこれだけはしっかりわかっておきましょう法の支配のまとめ形式的法治主義は法律によって行政と司法に歯止めをかけようと そのことを憲法が規定しますですから憲法自体は司法や行政は法律に従えと命じて司法や行政を拘束はしていますですから立憲主義であるんですうん行政権や司法権は議会が作った法律に従いなさいということは憲法が言ってるわけですその点では立憲主義にはなるわけですですが議会が作る法律の中身まで憲法は口を出さないというのが形式的法治主義でした 議会が作る法律の中身はどうぞご自由に憲法がそことやかくいうことはありませんよというのが、まあ、形式的法治主義だったわけですねそれに対して法の支配は憲法によって立法権を含む全ての国家権力に歯止めをかけようとしていることになるんだというわけです。さてなぜ形式的法治主義では、えー、議会が作る法律の中身についてまで憲法は口を出さない。 どんな法律でも議会が自由に作っていいですよということになっちゃってたんだろうかそれはこの形式法治主義の時代の議会が民主的な議会になってきたからだったんですね議会が民主的な議会になったので民主的な議会である以上議会は間違いを犯すことはないんだ正しい法を作るに違いないという議会への厚い信頼が実はあった っていうのが根底にあります次のページの表を見てください次のページの表で大きく3つに縦にこう分けています一番左方法治治国家形式的法治主義戦前の日本ドイツフランスですまず法の意味は形式的な法律議会が作った法律でコントロールすればいいよ法律の中身は問わないいかなる政治制度とも結合する専制国家でも独裁国家でも一応法治主義ということは言えるぞその次です議会裁判所の地位ですが議会の信頼 これが重要です。議会へ厚い信頼があった。だから議会が作る法律は正しい法律に違いないという信頼が厚かったというのが根底にあります、えー。まさに議会が民意を反映する民主的な議会に。 当時変わってってたんですね普通選挙が実施されるようになり議会がだんだんと民主的な議会だというふうに認識されるようになりましたすると普通選挙制などが広がって議会が民主化されていくそうするとその民主的な議会で作る法律は民意を反映した正しい法律に違いないだろうという議会への厚い信頼があっただからそこをあえて憲法で何か縛るなんて必要はない。 議会,が法律議会が作る法律はは正しいはずだという信頼がありましたなので民主的な議会が作った法律それを非民主的な裁判所が違憲なんて言うわけがないできるわけがない裁判官に対して裁判所に対してはどちらかといえばあまり厚い信頼はありませんでしたどちらかといえば不信に近いようなものがあった特にフランスでは裁判所に対する不信というものは根強くあった国なんですね。 どういういことかな、えー、市民革命の前アンシャン・レジュームの時代になってね言ったりしますが旧体制市民革命の前の時代というのは裁判所が国王と結託してその国王に、えーまあ、反旗を翻すようなまたはその謀反を企てたと思われる人をそれを捕まえてきて。 で裁判所が国王の言いなりの判決をしそして牢獄に送り込む断頭台に送り込むみたいなことをやってしまいましたすなわち裁判所は司法の手先あと国王の手先のように使われてしまってた時代があったんですねなものですが政治犯などもまさに国王に歯向かうような人を含めた政治犯などが裁判所によって有罪判決を受け牢獄に押し込められて とということになりましたその政治犯を解放しようっていうのでバスチーユの監獄の襲撃からフランス革命は始まったということがあったりします。ですからアンシャン・レジウーム革命前の市民革命前のフランスにおいて特に国王はと司法権裁判所は結託していえば人々の自由を奪ったという印象がすごく強かったんですね。なものですから その市民革命の前、モンテスキューという人が、権力分立、三権分立が大切だ。みたいなことを、こうモンテスキューという思想が言い出すんですけれども、そのモンテスキューは。裁判所は法を語る口に過ぎない。裁判所には法の解釈などをさせるな。とにかく、形式的に法を語ればいいだけのことなんだ。自動販売機みたいに、上からお金を入れてボタンを押すと、ガチャガチャっと自動的に何か品物が出てくる。それと同じように、裁判所はできるだけ。 形形式的なのの上での裁判さえすればいいんだあまり裁判所はでしゃばるななみたたいなことを実はは言ってました裁判所は恐るべきものであってあまり裁判所の権力を重視すべきではない権限を重視すべきではないというようなことをモンテスキも言ってたぐらい司法に対してはちょっとネガティブなイメージがフランスには強かったんですね。ですから市民革命を経た後近代国家を作った後でもやっぱり裁判所の役割はちょっと限定される形になります。そんなものですから 裁判所は、行政事件の判断はできない。民事事件と刑事事件の判断しか裁判所はしないし、ましては違憲審査権なんか当然認められない。裁判所の不審が結構厚い形でしたよ、ということです。で、それが戦前ドイツやフランス、そして日本も、まあ、そういう系譜。ですから、日本の戦前の裁判所も民事事件と行、民事事件と刑事事件しか裁判所は判断できません。行政事件は。 行行政政裁判判所という特別な行政機関が判断をししてましたもちろん戦前は意見審査権もありませんでしたで法は誰を拘束するのこれもさっき言った通りで、ね、法律が行政や司法拘束でその下誰が判断するのか行政が法律に適合するかどうかは行政裁判所が一種の行政権がそれを判断するようなことをやってましたで一番下議会に対する信頼が厚い,という意味で議会中心主義という言葉で表現される立憲主義の実現方法だったぞということなんですね。 でそれに対して法の支配のところを見るとイギリスアメリカのところで正しい法としての憲法で憲法や法律の中身が合理的で正しいこと民主主義と結合するまでいいよね。でイギリス議会への信頼が厚いと同時に裁判所への信頼も厚かったというのがイギリスの法の支配の大きな特徴なんです。 裁判所への信頼が厚かったというのは法の発見者としての裁判所というところで先ほど前のページでちょっと見ました特にイギリスでは法の発見者としての裁判所への信頼がとても厚いと同時に民主的な議会になったものですから議会の信頼も厚かったというのも大きな特徴でもあるんです。んなものですから、えー、まあ法の支配ですから憲法が行政使用のみならず議会をも拘束することになります。そこで裁判所は 行政が法律に適合するかどうかはもちろん裁判所が判断するのですが議会が憲法に適合する法律を作ってるかかどうかはなんと議議会会自身がが判断ををするる法律を作る時に一応イギリス憲法過去の歴史を踏まえたイギリス憲法に合致した法律かなってことを一応議会自身が意識してチェックをする議会自身が憲法適合性の判断もする。 ですから、議会が作る法律がイギリスの自主的意味の憲法に適合しているかどうかは一応重要なんです。無視していいわけではありません。議会が作る法律は、ああね、イギリスの自主的意味の憲法に適合してないとダメなんです。でも、その判断を誰がやるかというと、議会自身が行いますよ。それほど議会への信頼が厚かったということも言えます。で、それに対してアメリカ。 アメリカはそのすぐ横にあるように議会が憲法に適合する法律を作ったかどうかを裁判所が意見審査権を行使してチェックを入れるまさにこれこそが法の支配を徹底した形だとこう書いてある通りです。なんでアメリカは議会上で戻あると議会の不信といとうのがアメリカのところにあります。裁判所への信頼は厚いんですが議会への不信が大きなアメリカの特徴なんですね。 なぜ議会の不信があるんだろうかそれはイギリスからアメリカが独立した経緯を考えるとイギリスの植民地であったアメリカでそこにイギリス議会が、うん、勝手にいろんな法律を作って印紙税だとこうだとかいろんな法律を作って植民地であるアメリカで裕福な生活をしていたブルジュアの人たちから税金を取り立てたりする。 なんでイギリスの議会は自分たちが代表を送りたいと言っても代表も送らせないで勝手に植民地から搾取するような法律を作るんだイギリス議会信頼してたのにイギリス議会はとんでもない植民地政策の法律を作って我々を苦しめるじゃないかというところの不満からアメリカは独立していったわけですねまさに議会イギリス議会への不信感からアメリカは独立戦争を始めたという経緯があります。なのでアメリカ 建国の時に、うん、イギリスと同じように議会を信頼しちゃまずい議会だって間違いを犯すんだからその議会が作る法律をチェックするための裁判所。 これが重要で徹底した三権分立そして裁判所に意見審査権も認めるべきだというのがイギリスの失敗から学んだアメリカの法の支配の一つのあり方だよということになります。なものですからこの法の支配を徹底とをマークしてくださいその下徹底した権力分立これも合わせてマークしておきましょうこれが権力分立を徹底したのがアメリカの法の支配の一つの特徴でもあるぞということです。 イギリスの方はそんなわけで議議会会中心主義、議会への信頼があ扱ったイギリスですですからヨーロッパはあドイツフランスなど大陸法の経済的法治主義の国もそして法の支配のイギリスもともに議会への信頼が厚かったのがあイギリス、えーまあ、その。 イギリスそれからあとはドイツフランスですよということでそれらを合わせて議会中心主義と呼んでいきますこれは次回立憲主義のの歴史のところでままたお話をしますで一番右肩実的法治主義法治国家のところですが戦後のドイツフランスですでほとんど法の支配と同じですよねなんですが裁判所への不信もともと、えー、戦前のドイツフランスは裁判所への強い不信がありましたそれが弱まります で弱まった上でえ、な裁判所の役割を重視はするんですがそれでも憲法適合性の判断権を裁判所には与えません通常の司法裁判所には違憲審査権を与えないんですドイツでは憲法裁判所という特別な裁判所に違憲審査権を与えましたフランスでは憲法院という一種の行政機関に違憲審査権を与えました 通常の司法裁判所に意見審査権を与えないちょっと段階にメモっときましょうこの憲法裁判所をマークしてそれからフランスの憲法院もマークしてもらって共に通常の司法裁判所に意見審査権を与えていないとメモ入れておきましょう通常の司法裁判所に意見審査権を与えていないというのが戦後のドイツフランスの特徴ですで、ここが 法の支配と少し違うところではあるんですね法の支配は裁判所に分かりの尊重裁判所を重視します特にアメリカ型また日本の法の支配もそうですが違憲審査権を通常の司法裁判所に違憲審査権を与えてますこれが日本やアメリカなんですねところが戦後のドイツやフランスは通常の司法裁判所に違憲審査権を与えていない そこだけは法の支配と少し違いますですから法の支配とほぼ同じなんだけどほぼ同じのほぼの中身ちょっと違うところあるよねどこそれは通常の司法裁判所に意見審査権を与えてない憲法裁判所という特別裁判所それから憲法院という一種の行政機関そこに意見審査権を与えているのが戦後のドイツフランスだぞということになります。 でその下に憲法中正行政権優位というちょっと標語的な言葉入れているところなんですがこれはまた次回少し憲法の歴史というところに、えー、立憲主義の歴史に関わるところとして、えー、次回お話をしますこの表のすぐ下「なお」のところイギリスには意見審査制はないこれマークして覚えておきましょうそれからアメリカの意見審査制は実は憲法点の条文にはありません、えー、1803年の判例で認められたものなんですね 反例法主義のアメリカですから判例でなんと憲法の違憲審査権まで認められている名文憲法にはありません。 ですからアメリカ合衆国連邦憲法の条文をどんなに探しても違憲審査権を認めた条文はないです。年のママベリータマジソン事件という裁判長の名前を取ってマーシャル判決と呼ばれるんですがこの1803年のマーシャル長官が最高裁長官の判決で判例でアメリカの違憲審査権は認められたこれもちょっと知識として覚えておきましょうイギリスに違憲審査制の内容アメリカの違憲審査制は判例で認められたものなんだと。 ということだけはちょっと覚えておいてもらえればと思いますそれも含めてこの表は A ランクちょっとやっこしいところではありましたですが議会や裁判所の不信とか信頼とかそこはちょっとキーワードでそれのイメージを少しずつ持っていってもらえたらなと思いますでこれが地域によって立憲主義の実現の仕方は違ってたよねに対して次,次回からは次回は立憲主義の歴史の流れの話をちょっとします立憲主義の展開という形で歴史の流れの話をちょっと ししていくことにしますねで次回のところは、えー、日本の憲法の歴史を少しだけ「日本国憲法史」というところで、まあ、できれば21ページあたりまでいきたいなとは思ってますが日本国憲法の制定の歴史のところまで、えー、ちょっと見ていきたいと思いますがちょっと間に合わないかもしれません。じゃあ今日おまままにししすす疲れ様でした終わります